はい、皆さんこんばんは、伊藤賀一です、もう僕は8回目になるんですけれども、ゲストの方を毎回読んで、この講談社さんの学習漫画日本の歴史にまつわる話をしていくと。で、今日は実はお城でいうと本丸にあたります。日本史と世界史っていうのはこれから融合していく方向性が完全に決まってます。高校で新科目として来年度から歴史総合というのが始まりまして、近現代の部分は日本史と世界史が一緒になると、そういう時代です。それから地理も公民も含めて社会科全科目がですね、その3つですね、歴史、地理、公民というのが全部が必修になるという戦後初の時代を迎えております。なので日本史と世界史のこういうハイブリッド型の勉強っていうのは重要になってくるので、村山先生を前々から呼ぼうと思っていたのですが、ということで、本日来ていただいております村山秀太郎先生です。よろしくお願いいたします。世界史講師村山秀太郎です。よろしくお願いします。はい、まあ、経歴があちらにこう出てるわけですけども、スタディサプリ世界史講師、まあ、スタディサプリの社会科は僕と村山先生が2人でこう立ち上げたという形になっています。で、先生は西荻窪の方で、世界史塾バロンドールを主催されていまして、私も何度か呼んでいただいて、このような2人でこうセッショントークをこう何の打ち合わせも僕らはしないっていうそういう、こうジャズのようなというか、そういう形で今日もやらせていただくことになっております。先生は早稲田大学現役で入られて、あれ、学部が社会科学部に入られて、小学部に入られて、大学院マスターが、社会科学部に移られてですね、静岡県知事の川勝平太さんにも習われ、まあ、いろんな先生方とこう知り合いになってっていうのはよく聞くことであるんですけども、世界中をですね、若い時から歩き回られていて、足で稼ぐ、僕もそうなんですけど、日本史の47都道府県全部回ってみたいな、だからそういうタイプとしては2人とも似てはいるんですけども、世代も9つ違いで、先生はマスター出られて、僕は学部卒でみたいなの違いとかいろいろとあって、そのなんかこうグラデーションを楽しんでいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日はこの18巻ですね、アジア太平洋戦争昭和時代前期、昭和は64年の頭に昭和天皇が亡くなられたんでってことで、全体が20年ごとぐらいにだいたい切れてるんですが、昭和20年に終戦を迎えましたので、ちょうど昭和時代前期ということでいいと思います。アジア太平洋戦争18巻でございます。はい、こうタイムテーブルが今出ていたんですけども、このこちらのタイムテーブルも見ながらお話したいと思います。最初10分間自己紹介って話だったんですけど、10分間も自己紹介するつもりは別にないので、とっとと話し始めたいと思うんですけども、30分間我々が講義をして、で20分間すでにいただいている質問をさばいて、でその後30分間また講義をして、で8時半で一旦終わって、その後私たちはいくらでも質問を受けるというか、失うものは何もございませんので質問をどんどんいただいて、それにお付き合いいただける方はお付き合いいただければというふうに思っています。そんなスケジュールでやっていくつもりなんですが、扱う時代がこれ昭和の一番最初1926年、大正から昭和に改元されたっていうスタートがあるわけですけども、基本的には俗に15年戦争と呼ばれている1931年の柳条湖事件、満州事変のスタートから太平洋戦争の敗戦までですね、まあ、一応8月14日にポツダム宣言受諾して、15日に漁港放送があって、実は9月2日に水売り号上で降伏文書に調印してるっていうのがあるわけですけども、今のその3つの日付を聞いただけでも、そんなの知らなかったっていう人が多いくらい、まともに学んでいない、マッハで授業が過ぎたか、もしかしたら授業がたどり着いていないっていう人っていうのもいるような、そういう時代なんですけども、最も重要なところと言えると思います。そういった時期を扱うことになります。村山先生をお呼びして、その話をしていくっていうことなんですけども、まず先生、一番最初、まあ、私15年戦争と言いましたが、実は15年連続戦争は続いておらずですね、1931年から33年
満州事変、関空停戦協定で一回切れてるんですが、ここ、これ、柳条湖事件のこう漫画のスタートのところなんですけど、9月18日ですね。私は実は中国に行ったことがないんですけども、先生は何回くらい行かれてるんですか？そうなのよ。香港も入れれば30回ぐらいだ。あ、そうですか。すごい。そうですか。ええ、はい。ここも、柳条湖も。そうですね。新葉でこの間タクシー乗ってたら、あの立体交差のところで柳条湖って出たとき感動しました。罪はね、あ、柳条湖ってここにあるよって。ありますね。なるほど。それ何月ぐらいに行かれたんですか？何月だろう、3月。あ、ですよね。まあ、今年じゃないよ。まあ、今年はないにしても、私は生徒に授業で9月18日の周辺に行くのをやめた方がいいというふうにいつも言ってるんですけども、あの無理に刺激する必要はないというふうに僕はいつもあの思っているから、相手のことを考えた方がいいというような発想が常にあるんですけど、ね、僕でも五四運動の日に5月4日にわざと上海に、特に反日が高まっておいてわざと行ってみたの。あ、そうですか。そうですか。日本人だったことをわざとね、こう、はい、分かるような旅行してみたんだけど、ちょっと変な性格なんで、でもね、何もなかったよ。おお、そうです。言われてるほどというかね、まあ偶然かもしれないけど、ちょっとあの過剰に報道してるような気がするな。なるほど。日本人が嫌われてるというふうに、はいはい、1919年なので今日の範囲ではないんだけど、1919年の今、まあ、五四運動のお話だったわけですけども、あのこのように結局世界史にしても日本史にしても現場を踏まないとわからないことっていうのは実際あって、例えば会津で山口県民が嫌われている、例えば長州藩の人たちが嫌われているとか、あとは京都の僕は例えば身分出身なんですけれども、新選組、会津藩の下でこう働いていたわけですけど、まあ、身分出身だとタクシー代が安くなるんじゃないかと言われてるわけですけども、山口の人が嫌われていて、身分の人がまあまあひいきされるっていうのは僕は行ってみて本当だなというふうに思いました実は。というふうなことが分かったりすることもあるし、先ほどの村山先生のお話もそうなわけですけども、まあ、これ、柳条湖事件って、先生、あのそもそもこれってこう日本が大陸に進出していって、こうアジア太平洋戦争というか、まあ、大東亜戦争につながっていくわけですけども、あの日本史と世界史で一番重要なテーマの一つだと思うんですけど、どうして第二次世界大戦が始まったのかっていう話って、どういうふうにこうアプローチされて、どこら辺からこうなんか切り込んでいくっていう感じでいつも授業されてます。今、まあ柳条湖事件、そして第二次世界大戦って、まあ、あの伊藤さん言われたけど、はい、まずあの今回のこの漫画のテーマである太平洋戦争っていうのは1941年に始まって、で第二次世界大戦が1939年に始まっていると。ですから1939年に始まっている第二次世界大戦の中で太平洋戦争1941年であるってことが、まずあの教える側としては、相手が小学生であろうが高校3年生であろうがきちんとあの知らせるべきであると思うんですね。でちょっと今柳条湖って話したので、はい、太平洋戦争の話はちょっと置いといて、はい、まずあの満州というのはですね、どこであるかっていうことを、あの知らないとあのいけないわけですよね。漫画のパネルでなんか満州のがさっきあった。中国の、あの満州というのはね、果たしてここですね、はい、どこなのかって、まあ、どこなのかってここなんですけども、あのどこなのかっていうのはどういうことかって言ったら、あの中国なのか中国でないのかっていうね、まずその話から。あ、自分が持ってますんで大丈夫ですよ。はい、あの万里の長城の外側ですよ、満州は。ですからあの果たして中国かという、まあ、そういう問題がありますよね。あの中国という言葉は基本的に大きく分けて2つあると思うんです。あのその昔の洛陽付近を表すあの中原という言葉、ちょっと黒板に切られるんですけど、学校の先生なんですごく黒板使いたくなっちゃうんだけど、中原と中華と中国というのは実は同じ場所で、そしてこれは洛陽という町の周辺をそもそもは表す言葉です。今洛陽という場所を地図出しませんけど、ですからここから見て東は東夷、南は南蛮、西は西住、北は北敵というふうに洛陽の本当あたりだけを本来指す言葉です。これは古い時代のいわゆる中国史においては。で次に、まあ、今日の授業で扱うような範囲の中国っていうのは、これは20世紀にできた概念ですね。つまり日本がチャイナという
言葉をどういう言葉で書いてたかっつったら、シーナというふうに、こういうような感じで書いていたので、まあ、梁慶長という人がですね、日本が日本、本店の本、チャイナがシーナ、おかしいじゃないかということで、中国だって言ったところから中国になったわけですから、さて、元来の万里の長城の外側を、蛮族の世界だと捉えていた、その定義からいくと、満州っていうのは万里の長城の外側なんですね。だから、万里の長城の外側である満州は、果たして中国というふうに言っていいかどうかってことを、まあ、教える方は生徒と一緒に考察することがまず必要であろうと、うん、まあ、そういうことです。次に、今1931年の流浄湖事件ということですから、うん、まあ、その段階において、その、まあ、ある意味不明な場所ですけども、そこを、まあ、多くの国が狙ってるわけですね。まあ、日本は生命線であると、日本の国土より広いのであると。それからアメリカも、まあ、20世紀の初め頃のタフトのドル外交とかあるんですけども、その帝国主義の時代に満州というものを非常に目をつけていたわけですし、そしてロシア、まあ、革命の後ソ連といいますけども、ソ連と日本というのはずっと19世紀の段階、日清戦争の後の段階あたりから満州というものを共に、まあ、自分のものにしようとしていたところであるということです。ですからもう一回まとめると、中国か否かということを話すことと、それからいろんなところが、まあ、狙っていた場所であるということを話さなきゃいけない。でそこを支配してたのも、まあ、馬族とか貴族って言葉を使うとちょっと難しくなっちゃうんですけども、いわゆる地方の、まあ、山賊って言い方はちょっとね使っちゃいけない言葉と思うんですけども、いわゆる地方の有力な力を持った人たち、だから流浄湖事件の時だったら張作霖の子供の張学良という、まあ、張作霖という人は獣医だったんですけど、その子供の張学良という人がですね、まあ、支配してた。じゃあ張学良というのが普通の中国の人かってこともまた問題になってくる。蒋介石とは仲悪かったわけですから、まあ、ちょっといろいろ話しましたけども、満州っていうのはそんな一筋縄で定義できる場所ではないんだということを教える側は生徒に教えて差し上げる必要があるね。そういう場所であるってことはまず言っておきたいなと思います。なるほどなるほど、はい、というふうにこう村山先生らしいこう今お話なわけですけど、ちょっとこうあれなんですよね、切り口がいろんな先生っていうのはこうやって、いらっしゃるわけですけども、非常にこう独特に見えるでしょ。でも村山先生の生徒はこれが当たり前なんです全然誰も驚いてない、あなんか先生だなっていう、僕も話を聞き慣れているので先生らしい話は聞けるだろうなと思ったんで今話を振ったんですけども、まあ、この日本の歴史の今漫画日本の歴史の日本史のこう話っていうことなんで、日本史の話にちょっと戻してしまうと、日本は大陸に進出しようとしているっていうのは結局のところ植民地とか占領地っていうのを増やして資源を獲得したいっていうことがあるんです。で日本はやはり国土そのものは世界全体でいうと実は61番目に面積があるからそんなに狭いっていう国ではないんですけども、にしても植民地や占領地がそんなに広いわけではないっていう、そういう定義を一応世界恐慌の後っていうのはイギリスやフランスのブロック経済圏というのを組んだのに比べると、例えば日本の植民地の数占領地の数少ない、ドイツはゼロ、イタリアは少ないとかっていうようなことがある中で日本は大陸の方に、まあ、以前からそうだったけども進出しようとしたと。でその進出の過程で朝鮮半島が植民地だったんで、それの向こう側にある満州というところに突っ込んでいったのは結局のところ世界恐慌という世界的な大不景気ですよね、そういったものの影響から脱出をいち早くするために一応出ていったというような説明で授業自体を始めて、でそれがその次、日中戦争につながったり、先の太平洋戦争につながったりとかっていうようなことっていうのはそれぞれのこう内側で過程があるんですけれども、そんな話の中で出てくる事件が515事件と226事件というのがあるんですね。満州事変とそのさっきも言いましたが15年戦争っていうふうに言う割には満州事変は33年に1回終わって関空停戦協定で37年まで4年間空いてるわけですよね。でその4年間の間に華北分離工作っていうのをこう進めていくっていうのがあるんですけども、その間国内で
日本はこうブレーキがかけられないような状況になっています。海軍の青年将校が内閣総理大臣を殺害したっていうのが515事件です。これ犬飼剛ですね。それまでの日本は大正デモクラシーと呼ばれるちょっと自由っぽい、憲法の枠内ではあるんだけど自由っぽい時代、話せば分かる時代だってよく言われたわけです。ところがこの事件は話せば分かると言っている犬飼剛を問答無用というふうにこう射殺をしてしまうんですね、海軍の青年将校たちが。っていうような、そういった大正デモクラシーの時代が終わったんだっていう象徴的な事件があり、でさらにその4年後に今度は陸軍の若い人たちが226事件という4日間の、まあ、大クーデターですね、東京首都の中心部を占領して要人たちを暗殺するっていう、そういう事件というのを起こしました。それがこうすごいこう克明に書かれているんですけども、さすが漫画だなというふうに思うわけですけども、ちゃんとこう占領した場所とかも全部こう書いてあるんですね。いちいちのこう登場人物の内容とか、あと岡田圭介首相が女中部屋の押し入れに隠れていましたなんていうこともこの後書かれたりするんですけども、そういったこの226事件などを経て、その軍部自体をですね、その軍隊の方を止めるシステムが日本の中に実はなくて、軍隊は軍隊で別、内閣と軍隊というのは基本的に別なのでっていうような状態なので、天皇直属で勝手に動くこともできたので、こう止めることができないっていう、そういう状況の中でこう次の日中戦争にこうなだれ込んでいくっていうような話をこうつないだりするんですけども、世界史だとその満州事変、まあのあたり1931年からその後の今僕が言ったような37年までのあたりって、日本だと515事件226事件でつないでったりするんですけども、そう、まず、ね、まあ、さっきの満州事変に戻りますけども、つながるわけですけど、まあ、なんで日本が満州にこだわったかって言ったら、うん、今伊藤さん言われた資源のこともあるけども、ラムネのビー玉みたいな場所ですよね、うん、あそこをちゃんと押さえておかないと共産主義が入ってきてしまうわけですよね、うん、はいはい、ですからやはりソ連というものを意識してるっていうのはあるよね、うん、全くその両方があると思いますね。で、満州事変がなぜ起きたかってことをちょっと戻ってしまって申し訳ないけども、全然その方がいいです、はい、それは、万宝山事件っていうのがあってね、つまり、はい、朝鮮の人たちが入植することに対して、まあ、張作霖が殺された後の張学良が非常に邪魔したわけですよね。ところが当時の朝鮮の方たち、朝鮮人というのは日本人なんですよ、うん、ですからそこが不安定になっていることっていうのは、朝鮮の人が満州に入植するっていうことを張学良が邪魔するっていうのは、日本人が邪魔されてると同じなわけですよね、うんうんうん、だからまあそういう状況で枕木一本吹っ飛ばしてというその茶番劇をやったっていうことがあるわけだから、うんうんうん、だからその満州っていうのはもう一つ言うと暴挙のためのところであり、はい、かつ張学良という、はい、まあ張学良の家行ったことあるけど、すごいまあ豪邸なんだけど、まあなんかね、100年先の時代まで取ったとかいう、なかなかすごい横暴な人だったみたいで、まあ、そういう人に支配されている日本人というものを何とかしなきゃいけないっていう朝鮮人ですよ、うんうんうん、そういうのもあったってわけだから、はい、そのいくつかの要素は絡めてね、話さなきゃいけない、うん、さて老公教事件ですね、うん、ちょっと整理整頓すると、1931年9月18日、これが満州事変です。劉少奇事件ですね。で、1937年の7月7日、はい、これが盧溝橋事件です、はい。つまり日中戦争ということですね。で、まあ、この時期というのはどういう時期かというと、まあ、いわゆる中国といいますけども、国民党と共産党がですね、まあ、喧嘩しててですね、でなんとかつけたいなと思うんだけど、なかなかくっつかない、そういう時期です。簡単に言うと、1936年に西安事件というのが起きて、今お話ししないですけども、なんとかくっつけようとしてたわけですね。でなんとかくっつけて、くっつきたいと思っている勢力というのが一体何かって言ったら、やはりこれは共産主義勢力、まあ、コミンテルン、まあ、第三インターナショナルなんですけど、モスクワを中心とする共産主義の勢力だってことはやはり考えなきゃいけない。
それは満州事変の時と同じですね。まあ、はっきり申して盧溝橋で一発目を撃ったのが誰なのかってことに関して、まあ、近年ではもはや劉少奇であると。これは文化大革命の時に毛沢東によって失脚させられた。あれ1949年に中華人民共和国ができた段階においても、あの初代の首相である周恩来は実は我々がやったんであると言ってるわけですね。つまり、周恩来も劉少奇も自分たちがやったのであると。となると、そこで一発撃ってですね、蒋介石の国民党と日本がぶつかることによって、まあ、一体誰が得するかというと、それは中国共産党なわけです。ですから、あの満州事変と、それからまあ日中戦争、盧溝橋事件というのは、ある一定のところであの共通因数を探り出すならば、それはやはり共産主義というものが、あるいはコミンテルン、ソ連でもいいんですけども、まあ、中国に浸透してくる。今ちょっとその点だけ言いますけど、あのそういうことを語らずして、この場面は言えないわけですね。西安事件の話はしなきゃいけない、1936年。から37年7月7日があった後、9月に第二次国境合作が成立してるわけですから、世界史の方からまあこの辺を話すと、まあ、こんな話をもっとゆっくり丁寧に優しくですね、そうですね時間をかけて話してるんですけど、今ちょっと急いでます。1917年にそのロシア革命っていうのが起きて、5年間かけてソビエト社会主義共和国連邦とい こう世界で初めての社会主義の国が、まあ、簡単に言うと社会主義っていうのは結果の平等というものを求めるという発想の主義なんですけど、今や世界中からほぼ壊滅してしまいまして、頭の中も経済状態も両方その社会主義っていうのは残ってるのは北朝鮮しかないっていう状況なんです。頭の中だけだったら中華人民共和国やベトナムや、キューバですねも残っています。まあラオスもそうかもしれないですけども残ってるんです。まあそういった主義があって、その日本とかアメリカとかイギリスとかフランスとかはシベリア出兵っていうのを行って、そうロシア全体がね、真っ赤っかな、まあ、赤色でこうあの赤色がシンボルになってるんですけど、共産主義社会主義っていうのはそれが広がるのを止めようと思ったんだけども、結局は全体に広がってしまった。どのぐらい広がったのかっていうと、このユーラシア大陸とい こうでかいヨーロッパとアジアということでこうユーラシア大陸っていうのがあるわけですけど、この辺りが全部こう社会主義になってしまったっていうことです。でそれがここにこう南にこう降りてくるわけですよね。村山先生さっき言っていたこう共産主義化を防ぐっていうのは、その社会主義の考えがここにどん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 入ってくるっていうことです。でこれは日本史でもものすごい気にしていることで、日本やアメリカやイギリスやフランスっていうのは社会主義国ではないのです。資本主義国、自由主義国って言って、結果の平等というのはないっていう、そういう国です。私たち今現在そうですよね。結果の平等というのは実はなくて、不平等な社会です。自由競争といえば、非常にいい言葉のように聞こえるかもしれないですけど、新幹線の自由席みたいなもんだと思ってください。席に座れる人もいれば、座れない人もいるっていうのが自由っていう言葉です。予約されていないですよ席がね、というようなことなんですけど、まあ、そこへこう共産主義社会主義っていうのはどん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 入ってくるっていう、そういうことがあるわけです。だから日本もすごく気にしていて、日中戦争が始まったその盧溝橋事件の時に内閣総理大臣だったのは近衛文麿という人です。でその近衛文麿っていう人が近衛声明というのを3回にわたって日中戦争が始まった後出すんですけれども、支離滅裂ですね。そうなんですよね。で一応その戦争の目的は東亜新秩序の建設であるというふうに言ってるんですが、東アジアの新しい秩序の建設っていうのは日本史の意味で言うと共産主義がない世界のことです。共産主義を排除した世界のことを東亜新秩序というふうに言ってるんですね。だからそのぐらい共産主義っていうのが南に降りてくる、要はソビエトから南に降りてくるってことは日本もものすごい気にしてるんです。その資源の問題だけじゃなくて、共産主義がそれ以上広がらないようにっていうのは常々考えてるっていうことですね。ただね、東亜新秩序っていうのはね、いわゆるアジアの民族を日本中心に、秩序を作り直すっていうことですよね。そうですね、大アジア主義っていうやつですね。ってことは、これは簡単に言ったら、白人列強の帝国主義からアジアを解放するってことで、それは実際いつなされたかって言ったら、ベトナム戦争でアメリカにベトナムが勝っちゃったことなされることになるわけだから、結局東亜新秩序の目論みっていうのは、共産主義によってですね、
あのアジアを資本主義から解放するってことと、うん、あの基本的には同じこと。そうですね、基本的にはですね、はい、もちろんあの目指すところが同じだと言っては始まってはいない、うんうん、だからこの絵というのはもしかしたらちょっとそっち方面の赤い考え方にかなりなんていうのかな、あの自覚的にやってるかどうかわからないけれども、赤い考え方、共産主義的な考え方に基づいて結果として行動した理念を打ち出したんじゃないかっていうふうに僕は授業中話してるんですけど。そうですね、あそれはね、あの日本史から見てもその通りで、近衛文麿って東京生まれで、学習院に通ってたんですけども、東大に受かったにもかかわらずわざと京都大学に行くんですよ。で京都大学行って結局あの川上はじめとかに習うので、うん、かなり赤くなるんですよね、本人自体は。でその意識とあの本人のお父さんの近衛文麿のお父さんの近衛敦麿っていう人がその社会主義と反対の方、右翼団体的な人たちとのつながりがものすごくあったので、そう赤い方と黒い方って言うとあれですけども両方の意識がものすごい混じくり合ってる。で根本としてはその大アジア主義、アジア主義ですよね、日本をリーダーにして欧米列強のパワーから飛び出したいっていうことを考えてる。でそこに当然共産主義もいらないなんていうようなことを言いながら、近衛文麿が目指しているのは国家社会主義って言って、自分とか天皇とかをトップランクに持ってきて、あとはみんな平等っていう、そういうようなことを目指していたから、ちょっと色が混じり合ってるっていうのがあるんですけど、そのようにこうなんていうんですかね、こう歴史に資料にいろいろとこう残っていて教科書的な解釈っていうのがポンとあるんですけども、その時にその政治家がその声明で方便を嘘を言ってることだって全然あるわけです、体制をこう作るためにとかって。で僕日本史の授業の時にこう映像のトップハイレベルの方だけで言うようにしてるんですけど、戦争って僕はまあ一外交手段、まあ、今侵略戦争は認められてないですけども、あくまでも宣戦布告をお互いにすれば一外交手段じゃないですか。利害だけで行われてる戦争っていうのはスタートもしやすいけれどブレーキもかけやすいですよね。その利害の問題さえ解決されれば別段戦争をストップするっていうことっていうのはやりやすいんですけど、その近衛文麿みたいに主義とかイデオロギーが入ってくるとブレーキかかんなくなりますよね。中国の人も、ね、日本の人もですね、今日扱ってるこの時期は西洋人の思想に大いに巻き込まれたんですよ。そうですよね。ただ蒋介石だって毛沢東はもちろんのことですよ、蒋介石の方だって、赤くなっていることがあるんですよ。例えばなぜかって言ったら日中戦争の時 の, あの中国 の, あの国民党のパイロットにはソ連の人だっていたわけだし、もちろんアメリカのフライングタイガーとかそういう人もいたわけだから、うん、だから いつ何時あの中国国民党なんてのは赤くなってもおかしくない。まあ蒋介石はもちろんね、上海空出たら共産主義者殺してるから、あの一番それとは遠いんだけれども、中国大陸の諸々の政治指導者も日本の指導者も、うん、そのマルクス主義というものに簡単に染まりやすいような、うん、いつ染まってもおかしくない、うん、それは戦後の日本も、うん、もしかしたら今の日本もそうですけどね、うん、あのそういうことも、まあ、小学生とか中学生に残っていてもわからないけれども、うん、あの高校生ぐらいに教えるのであるならば、そういうところもしっかりと教える側がしっかり咀嚼してね、咀嚼して、そうですよね、あの相手の状況をよく見て踏まえて教えていかないと、はい、今言った利害もあるけれども、残念ながら20世紀はイデオロギーの世紀ですから、思想のところを分けて教えるのは絶対ありえない。だからその僕はもう、僕も村山先生も似てるところっていうのは、生徒をそこまで子供扱いしないっていう部分っていうのがあって、こうデフォルムしてめちゃくちゃ簡単に幼稚な教え方で教えることはいくらでもできるんですよ。でもそうじゃないっていうか、それだとね、あのお父さんとかお母さん今見てらっしゃる方多いと思うんですけど、小学生だからって言ってこうおもろおかしい授業をこう、ね、あまりにもデフォルメしたものをボカンと投げておけばいいっていう、興味を持たせればそれでいいっていうようなことでもないんですよね。先をこう見据えて、そういったこうエッセンスみたいなものっていうのをどうしても入れないといけないというか、そういうところがこう必要だと思うんですよ。だからこの講談社の学習漫画日本の歴史って、あの非常に新しくて非常に評判がいいんだけれども、たまに言われるのは
レベルが高すぎるんじゃないかってよく言われるんですけど、僕はそうは思わないというか、そういった部分まで今みたいに、例えば、ね、資源に困ってたからとりあえずウェーンって突っ込んでいったんやみたいな風に教えることはできるんですけども、そういった思想の部分の主義の部分、イデオロギーの部分っていうのの感覚っていうのがすごくあるんだみたいなものとかも入れると、どうしてもある程度のレベルは高くなるものだと思うんですね。今子供たちも簡単にネットでね、いろんな情報にアクセスできるから、ちょっと小難しいことだってね、よくググるなんていうわけだから、そういうふうな、だから我々が若い時よりはるかに高いレベルのことを小中学生は簡単にアクセスできるわけだから、うん、逆に言ったら、あのこういう、ね、入門の入り口のところの漫画であったとしても、まあ、この本なんか僕も一応このために全部読んだけれども、はい、あのちゃんとしたレベルで書かれているから、ちゃんとしたレベルの知識をね、まず身につけるっていう姿勢を最初から、うん、あの親御さんも教える方も、で子ども自身も持った方がいいと思いますね。そうですよね。そんな世の中単純じゃない。そうなんですよ。その通りで。そんな単純で考えて、ね、複雑で、な誰も分かったのは僕らは何も分かってないですよ。分かってないんだってことからまず分かるためには、はい、この漫画読んで、あ、簡単だ分かったなんてなったら怪しい漫画ですよ。うん、いや何回も読まなきゃいけないなっていうふうにね、考えさせてくれるのがいい漫画だと思いますよ。ですよね。私たちも仕事にしながらずっとこれ歴史の勉強ばっかりずっとしてるわけですけども。全然まだ入り口に立ってるかどうかよくわからないぐらいの感じで、日々無知を痛感しながらこう毎日本を読んだりしてるわけですけど、あの次一つだけ言っとくとね、はい、あの満州に戻っちゃうけどね、満州人が清を作って中国最大領域になって、ほぼ今の中華人民共和国の領土だから、清という王朝と中華人民共和国を同じものとして捉えれば満州は中国なんですよ、うんうんうん、ところが満州人というのは基本的にツングース系の女真族で、漢人たちが蔑視してた人たちであるっていうことから考えると、同じ領土だって考えちゃおかしいわけです、うんうん、だから何でもいいけども、中国の定義っていうものをその都度その都度きちんと教える側は定義しながら、うんうんうん、いろんな時代に教えていかないと、もう、まあ、あくまで世界史の教え方ですけど、ね、それやらないと満州も含む中国史というものはきちんと生徒に教えてあげることはできないと、そういうふうに思います。そうですよね。だから日本でもその、ね、よくこう語呂合わせみたいので、その陰州神官隋唐宋元民神、陰州神官隋唐宋元民神って言ってりゃいいってもんでは全然なくて、そんなふうに日本史みたいにこう来たもんじゃないんですよ。そうですよね。だから今中国史っていうのは本当はないですよね。ちゃんと東部ユーラシア史って書いてあるんですよ、うんうん、多くのところは。だから中国史なんて、まあ、僕の書いた本も中国史っていう高立てにはなってるけど、まだその方が分かりやすいけど本当はその言い方はもはや死後になりつつありますよ、はい、そうですよね。だから日本史でも 今みたいな高校はそんな教え方全然しないから、もう全然当たり前ですけど、元とか清とかを民と一緒くたにするなんて全くありえない、民族が違うわけであって、例えばそういうことを日本史でも徹底的に教え込まないといけないっていう。そうです。隋や唐だって中国人の王朝じゃないですか。ですもんね。先輩人ですよ。そう、それも踏まえた上でというか、だからこう僕は日本史だけじゃなくて、あの社会科のいろんな科目を教えるようになった理由の一つっていうのがそれがあって、他の科目も勉強することによって日本史の授業がブラッシュアップされていくっていうか、日本史の勉強をすることによって日本史の授業のレベルがブラッシュアップされていくよりも、世界史を勉強したり公民を勉強したり地理を勉強してブラッシュアップされていくスピードも速いんですよ。そうだよ。奈良の都がなんで平城京かって言ったら、遣隋使遣唐使は近伝性を勉強にしに行った、うん、近伝性ってもともと北魏が始めた、北魏の都が平城なんですよ、ね、だから平城京、うん、ところが北魏作ったのは中国人じゃないです。ないと。先輩人です。そうですよね。そう、つまり日本史と中国史がつながってるってことを言いたかった。そう。そういうことですよ。そういうこととかも僕が世界史を勉強するとそういうことを気づいたりするわけであって、そっちのブラッシュアップの方が全然早いから、まあだから、あの最近いい時代になったなと思うのはさ、大谷君が二刀流やってたり、萩野公介君が個人メドレーだけじゃなくていろんなことをやってたりするのが大っぴらに認められる時代になってきたからいい時代だなと思うんですけども、全然批判されないんですよ。他の科目を勉強して教えたりしていても日本史に集中しろみたいなことを言う人はほとんどいないくらい、つながってるっていうこと自体がもう当たり前のことなんですよね。なので、こう歴史と地理と公民が全部必修になる時代が確かに来てるなというふうに思うわけですけどもね。はい。ということで、キリがいいので、ちょっと質問をたくさん受けておりますので、松村さんの方からそれを紹介していただければと思います。
講談社の担当者は松村さんと言います。いつも声が入ってくるから気になってる人いると思うんですけど、はい、気になってる人いますかね。まあ、松村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。いつもウェビナーに申し込んでいただいた際に、先生方に聞きたいことっていうふうに事前に、アンケートを取らさせていただいたものの中から、ピックアップさせていただいております。今回ですね、まずはこちらです。先生方がスタディサプリの講座である出来事に対して自分の意見を発言している姿をよく拝見します。お忙しい中、いつどのようにして多くの情報を取り入れているのですか。はい、これ僕先に、言っていいですかね。実は我々は自分の意見を極力発言しないようにしています。アーカイブの授業、オンデマンドでいつでも見れる、まあ、ずっと残っていくアーカイブの授業っていうふうに考えているので、あとはあんまりその映像の授業で自分の意見を言う場ではないというふうに思っているんで、正直かなり遠慮って言うとあれですけど、まあ、そういうものだと、そういう仕事だというふうに思って言わないようにしているにもかかわらず、そういうふうに見えるっていうぐらい僕らは多分自分の意見があるんです。ダダ漏れというか、まあ、分かんないですけど、それぐらいっていうことです。だから本当に言わないようにはしてるんですけどねっていうのが一つ言っておきたいこと で、お忙しい中、いつどのようにして多くの情報を取り入れてるっていうか、空気を吸っているのと一緒なので、忙しかろうが忙しかなかろうが息は吸うのと同じなので、全てを授業に生かしていますので、なんか気にしてないです、それを。で、まあ、一つ唯一あるとするんであれば、日本史ばっかり勉強しないようにしてる、はい、さっきの話です。はい、ですね。はい、で村山先生、はい、僕はここまでの35分間の内容が、まあ、自分の意見だと取られれば自分の意見だけど、多分こうなんじゃないのっていうふうに話したわけで、だから自分の意見のように多分聞こえたと思うんですけど、うん、まあ、意見を言ってるつもりはないですね。ってことは、全ての世界史の授業に関して、ね、いろんなことをこう言うわけですよね。プリマスに行けば初めてピューリタンが足を乗っけた岩がギリシャ神殿みたいに祀ってあって、ああこんなものしか祀れない、歴史がない哀れな国なのかな、アメリカはっていうの、僕の意見なのか感想なのか、かなり僕の客観的なあれなので、そんなことを言っているんだけど、どうなんでしょう、これ意見なんでしょうかね。まあ意見に関してはこんな感じですね。情報、僕はあの伊藤さんと違って忙しくないんですよ。本当に。いやいや、そんな忙しくないので、大体あの寝転がってですね、BS ニュースですか、それを見てる時間が長いですね。あと新聞は一紙取っていて、そんな感じです。あとはサッカー見ながらそのチームの背景とかいろいろ探っていくとですね、いろんな歴史も見えてくるので、音楽聴きながらとかワイン飲みながらとか、かなりあの趣味のところからどうなってんのかなってやっていくと、ほとんどそれが事業に役立ってしまって形で、なんか無理やり情報を取り入れてるところは特にないですね。そうって行き座れてるんでしょうと思います。なかなかです。はい、ちなみに伊藤先生は、はい、今あの先生が新聞とかテレビとかしますけど、そういったいわゆる媒体という意味で、はい、何か意識的にこれは、あ、僕は意識的に紙の新聞を読むようにしてます、いまだに。新聞ってご存知のように、今から僕は体が動いていきますんで、あの皆さん、見ていただいていれば分かるように、読売、産経、毎日、朝日、東京、ね、などというふうに、こうやっぱりこっち社会主義寄りです、こっち保守寄りだと思ってください。オピニオン誌なんですよ、新聞って。だから一紙だけ読んでると、気づかないで朝日新聞だけ読んでたりすると、だんだん体が左に傾いてくるっていう感覚がすごくあるから、例えば月曜日に僕朝日を読むと火曜日に産経を読むとかっていうふうに気にしてます。あのできるだけ、まあ、何がセンターかなんていうのは分からないですけれども、例えば朝日新聞とアエラと週刊朝日ばっかりっていうことではないっていうことをちょっと気にしながら、あえて紙媒体を読んだりするのは何でかっていうと、紙媒体読んでる人は最近減ってきたから、意外と使えるっていう感覚。だからみんな見てないから。そう、前は昔は朝日と日経だったら、あ、それ朝日日経載ってたよねで終わりだったんですけど、今やそれを読んでる人が結構少ないんで、なんか逆に使えるなと思って、でちなみにうちの家は
一紙取ってるのは、僕は大学生時代は産経新聞の販売店の斜め向かいに住んでたから産経を読んでいたんですけど、ずっとで今でも産経新聞は嫌いじゃなくて結構好きなんですけど、あえてこう東京新聞をわざと取ったりするっていう、あこう左の人たちこう考えてるんだみたいなのとか、例えば愛知県の中日新聞のことですから名古屋の記事が中心なんですよ、やっぱりなんだかんだ言って名古屋の人たちの考え方ってのは東京から見てあこうなんだとかっていうことを知るために、あえてちょっと偏ったものっていうのをわざと取ったりとかっていうことを考えながら読んでるって感じ。そうです。ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問に移りたいと思います。世界遺産に興味があります。歴史を知ればその国や地域の考えが見えてきて面白いです。先生たちは何をきっかけに歴史に興味を持ちましたか？村山先生からどうぞ。まず僕、世界遺産の写真集をですね、3冊も出してるんですけど。そうですよね。ところが世界遺産ってあんまり興味がない。まずい、言っちゃった。そのなんていうかこう、これが遺産だってなんかじゃあ他のはどうして違うのとか、なんかこう、どこで選別するのみたいな感じがあって、ですから、その世界遺産、ユネスコが定めた世界遺産には興味ないですよということですよ、うん、ところが世界旅行すれば世界的遺産もいっぱいあるわけですから大いに興味があるので、世界中いろんなとこ行ったことありますけど、それめっちゃ興味あります、うん、で、そうですね、何をきっかけに、実はですね、世界史の先生に先になっちゃったっていうのが実はあってですね、でなって予習するときに歴史を勉強しなければいけなくなったってのはあります。まあなぜだかなってしまったので。ただまあ知ってる人も多いと思うけど、かなり若い時から世界中案外フラフラしてるんで、結局行けばそれらに調べるわけですよね。これ何なんだろうって。だからその行ったところがどういうことかってことを調べるっていううちに、あそれ面白いなってことで、まあ行ったんだから、せっかく来たんだから知っておきたいっていう形で、なんとかな興味を持ったというよりも。行ったんだから調べるとか、世界史の先生になっちゃったから予習するために読むとか、伊藤さんとの対談があるから太平洋戦争の本を僕30冊ぐらい読みました、今日のために。ありがとうございます。本当ですよ、とかまあそういう順序です、うん、私の場合は、うん、なるほどなるほど、はい、僕が例えばこれ日本史の話で世界遺産っていうのを出てきた時に、日本に世界遺産って全部で今年新しく登録される2つあって25個あります。でそのうち5が自然遺産で20が、文化遺産なんです。で日本は複合遺産というものがないのですよね。でその25個あるうちの、20個が文化遺産なんですけど、僕は京都出身なんですけど、例えば京都のね、古都京都の文化財っていうのが17個あるんですけど、その17個を見るだけでも結構面白いことはいっぱいあるんですよ。一つ滋賀県のが混じってる。例えば、延暦寺です。比叡山延暦寺は、京都府と滋賀県の県境というか府境というところ、まあ848メートルの山があって、で全体的にこう塔頭って呼ばれるちっちゃいお寺とかも含めてバラバラバラっと山全体が延暦寺なんですよね。で本堂にあたる根本中堂って呼ばれるものが住所がたまたま滋賀県なんですよ。でもその他の部分に関しては京都市の左京区の部分もあるからということで、滋賀県と京都府と両方所属してるからってことで、たまたま入っています。でも JR 東海のコマーシャルは僕は間違ってると思っていて、その根本中堂を映してるときにそうだ京都行こうとか言うなよっていうふうに僕は例えば思うっていう、まあそれもあるし、で例えば本願寺、浄土真宗の本願寺っていうのは2つあるんですよね。2つに分かれてる、西本願寺と東本願寺に分かれてるけれども、西本願寺は17個の世界遺産のうちに登録されてる。ところが東本願寺は登録されてない。要するに建物の古さとかそういうものの価値っていうのが違うんですけども、で信者数も西本願寺の方が圧倒的に多いんですよ。要は本願寺派と大谷派っていうのは本願寺派、西本願寺の方が圧倒的に多いんですよね。そう、大学でいうと龍谷大学側の方が大谷大学側よりも、そう、高校でいうと龍谷大平安高校、僕のいとこが副校長やってるんですけど、で、島田紳助が出た大谷高校の方よりもみたいなような感じになってしまっているんですけど、最近あれなんですよ、
知り合いからこう京都のね大谷派の人たちと人と連絡を取ったら、最近すごいね嬉しくて大谷大学の評価が急に上がったって言うんですよ。それ何だと思う？大谷くんなんですよ。そう、そうなんですよ。本当ですか？そう、あのアメリカで大谷大学って超有名な大学なんじゃないかみたいな。そう、急にそんな風になって、大谷くんの効果がそんなところにも現れてるんだっていう、というふうにこうやって話がどん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 つながっていく。例えば世界遺産って言葉をポンと見ただけで、ほらほらほらとこういうふうに全部つながっていくわけですよ。これ社会科の知識がこうやってあったりすると、大谷君も社会科ですから、現代社会ですから、例えばなんていうような感じで、僕はそうやって興味を広げてきたっていうのがあって、できっかけは京都に生まれたことっていうのは大きいと思います、やっぱり。うん、あの京都の僕実家が壬生ですし、生まれたのは桂、桂離宮のある桂だから、日本史のそのあれが身近にあったんですよ。だあんまり意識せずともそれなりにできるっていう感覚がすごくあって、で、仕事にしてるから、さっき村山先生がおっしゃったように仕事にしてるからやるっていうのも大きく当たっていて、地理とか公民とかを勉強するっていう時に、その講師も僕はやってますから、地理の講師もスタリサビ中学部で持ってるし、政治経済や現代社会って高校部でも持ってるわけです、倫理とか。だから仕事にしてしまえば勉強せざるを得ないんでっていうこともあって、そうやってあのやってきたっていうところはそっくりだなというふうに思います。もちろん僕もさっき質問にね、あまりにも直接的にわざと答えたんですけど、人間っていうのはこれ歴史的な存在ですよ。そうですね、はい、ですから、ね、せっかく生まれてきた以上、それこそゴーギャンの絵じゃないけども、ね、どっから来て何者どこに行くのかってことは日々考えながら生きてるわけですから、ですからもちろんね、対談のため仕事のため旅行のためとはさっき言ってみたものの、それはもう生きてきた以上はね、歴史的存在、歴史に関心持たないってことは息吸ってないのと同じですから。本当だから根本的にはそういう意味です。そうだね、両極端の今物言いですけど。文献も理系も減ったくれもないっていうか、文献も理系も1日経ったら全部歴史ですから、そう、そういう感覚って普通ないのかなっていうふうに思うくらい。だからもしそういうのがない子がいるんだったら、僕が自分が授業でそう言ってることに、そうなんだって気づいてもらえばいいかなっていうふうに思う。グローチェって人がね、歴史は全てが現代史って言ってるけど、本当に太平洋戦争知らないとね、僕はよくツイッターにも書くけど、1937年から特に1945年、まあ、31年からでもですけど、そこ徹底的にやはり日本の子どもたちは知らなければいけないんですよ。僕たまたまその30冊の本の一つに西荻図書館で借りた、俺講談社だってさっきカバンに入れると気づいたんだけど、ここに特攻のねあれがあるけども、特攻隊で明日死ぬというね、子どもたちが腕相撲してるわけですよ、こういうふうに ね、まあ、こういう、ね、年齢の人たちが 今日見てるんじゃないのって僕は教えてんじゃないの、ね、やっぱりそういう人たちとの同じ感情をやっぱり共有させるってことが教育、ね、歴史の教育だし、そういうことが大事なことだと思うので、はい、やっぱりね、お二人ともおっしゃってることで共通してるのって、なんかこう身近なことから興味を持ってちょっと調べてみようとか、そういうところがすごくありますね。あとは我がこととして、自分のこととして、歴史のことっていうのを学べる機会っていうのは意外とあちこちにあるんだよっていうことが、よくわかりました。もう一問いけますかね。はい、こちらです。世界史 A を学習中ですが、王朝名とその国の名前が全く結びつきません。〇〇王朝か、あれ今どこの国の話をしていたんだっけとなり、この国の王朝の順番はと思い出しても違う国の王朝ばかり出てきます。王朝名と国名、国の名前を結びつけるコツはありますか？村山先生、国民国家とのできたのは20世紀だから、あまり全てをね、今の国のように結びつけないという勉強の仕方もあると思うよ。例えばだからカペ朝とかバロア朝というのは必ずしもフランスだって分かってなくたって、入試の場合だったら問題解ける可能性があるから、全てがどこの国のっていうふうに同じ国境線の中で考えると難しくなってしまう場合もある。本当のこと言ったら常に現在のどこの国かってことを考えなければいけないんだから、だからまあこの質問に答えると、結びつけるコツはありますかってあるから、絶対に結びつけなきゃいけないっていう考えは捨てた方がいいという、まあ、ちょっとその質問に直接答えるとそういう答えにしようかな、はい、覚えられるところから覚えるってことで、大体あっち方面、
もうちょっとだけ言うと神聖ローマ帝国はドイツだなんて考え方絶対ありえない、うんうん、19世紀にできた国だから、うん、だからそういうような時の時にもうドイツ史だなんて言って勉強しちゃうと、俺じゃなんでスイスが出てくるのとかイタリアが出てくるのってなっちゃうから、あまり結びつけるっていうのは実際に実態とそぐわない面もあるから、うん、無理して結びつけない方がいいケースが多いと思います、はい、もうちょっと質問、言っていただいていいですよ。僕わざと早くあれを切り上げてるんで、はい、できるだけ質問を拾ってあげたいので、はい、じゃあ次の質問いきます、はい、村山先生に質問です。授業でよく19歳で〇〇、まあ、世界遺産だったんですねに行ったなどとおっしゃっていますが、成人する前の若い時期にいろいろな場所に行くことができたのはなぜですか？どうして行こうと思われたんですか？子供の頃から家でクラシック音楽がよく流れていたので、それが海で誕生した場所に行きたいなと子供の頃から思ってて、高校受験が終わった中3の3月から牛乳配達やってお金貯めて、16歳の時に高1と高2の試験休みと春休み合わせて23日間でヨーロッパ汽車の旅をして3分の1汽車の中で寝たのが16歳で、それでもうこんな面白い遊びはないと思って、今でもそれより面白い遊び考えつかないんですけど、でまあどこでもいいから大学とりあえず入ろうということで近くの大学入って、それでまたもう思いっきりいっぱいアルバイトしてですね、で満を持して大学1年と大学2年の間の2月3月で51日間、地中海の周りぐるぐる回ってサハラ砂漠縦断したって、今19歳でってことだから10代にはその2回の旅をしてます、同期とどうして行けたか、アルバイトしたからって答えになったと思うんですけど、その通りです。もっと本当は面白い話して差し上げたいけど、ね、まあ、そういう場ではないので。はい、次どうぞ。この次に行かせていただきます、ね。はいはい。実はですね、今回、まあ、すごくたくさんの、いつも通常回よりも、通常回というかこれまでの回よりも、約倍ぐらいの申し込みがあったんですけども、その中で現役の教員の方、あとは大学生で教員を、はい、日本史世界史の教員を目指されている方から質問というのが結構な数がありました。で、全てをちょっと紹介しきれないので、ピックアップさせていただいたんですけれども、歴史総合になったら日本史と世界史それぞれの面白みと深さが減ってしまう気がします。点の学びが線の学びになるのでつながりなどはより理解がしやすくなると思いますが、そういった面はどのようにカバーしていけば生徒たちはそれぞれの面白みや深さを感じながら学習できると思いますか？はい、先に言って、はい、どうぞ。世界史、歴史総合ってあるけども、なんか日本史探究とか世界史探究ってのもあるよね。そうです、そうです。だから、歴史総合の他にもう日本史探究と世界史探究だけで受験できなくて、うん、歴史総合っていうのプラス日本史探究か、うん、歴史総合プラス世界史探究かっていう科目になりました、うん、だからそれぞれの面白みと深さが残る科目もあるよね、うん、そうだ、別に僕は減るとは思ってないというか、まずそういうことですよね、はい、そうそうそう。それから僕は、はい、総合っていうのがあった方が面白いと思いますよ。僕はこうやって一緒に喋ること過去にもやったことあるし、はい、今度一緒に喋る本も出すけども、はい、こういうことができる方が総合になった方がだから面白くなると思いますね、うん、ただ一点ですね、一緒にこう喋れる仲のいい、僕の場合は日本史の先生、まあ、彼が僕どう思ったか知らないけど世界史の先生がいなきゃダメですよ。そうそうそう、彼は関西、僕は関東、彼は酒飲まない、僕はいっぱい、だからもう全然こう違うんだけども、でも別にこの仕事じゃなくたっていくらって喋れるから、だからまず良いお友達を作るっていうね、教師同士が、それがまず総合になることの面白さの初めの一歩だと。で、良いお友達を作って一緒に提供するってこと、各職員室でやったらどうですか、うん、ありがとうございます。その通りで、そうなんですよ。だから、別にそれでね、いや合体したからといって日本史探究と世界史探究がなくなるっていうんだったら分かるんだけど、おっしゃる通りだと思うんですけど、別になくなるわけでは全くないので、まあ、単位数がね、3単位になってしまうっていうのがちょっとずつ減る、4が3になっちゃうっていうのはあるかもしれないですけれども、その減るというふうに考えるよりも増えるというふうに考えて、世界史や日本史の先生が仲良くなるきっかけというか、一緒にコラボレーションして何かを提供するとかっていうきっかけになればいいなと思うの と、あと僕の方から一言言いたいのは、今回無料でよかったなというふうに思っていて、これまあ僕の個人的な意見ですけど、僕は学校の先生から
お金を取って授業の仕方とかを教えるって発想は全くないんですよ、はい、それはなぜかっていうと、全くフラットな関係だと思っているので、学校のだし実際我々いろんな高校とかに申しに行ったことあるんですけど、学校の日本史世界史先生ってすごい人多いんですよ、実はすごい本当に語弊あるかもしれないですけど、僕はズバリ言いますが、他の科目に比べて結構優秀な人多いんですよ。それなんでかっていうと、英語の先生とかだと、例えば英語はめちゃくちゃできたらいくらでも就職先があるから、いろんなところにね、五大商社とかコンサルとかなんかいろんなところ多分行くと思うんですけど、社会科めちゃくちゃできるからって言っていい就職先があるかっていうとそうでもないから、すごい優秀な人は社会科の先生になるパターンがすごく多いと思うんですよね。なので圧倒的に優秀な方がめちゃくちゃいらっしゃるので、偉そうにこっち側が何か教えようみたいなような感覚は僕は全くなくて、教員研修みたいなものっていうのに顔を出したことはあるんですけども、教壇の上から喋るんではなくて、僕は一段降りて、同じ目線でやりましょうとかって言って、僕も勉強させてくださいって言って やるっていうパターンがほとんどなんですけど、そういうふうに考えているので、これ有料だったら申し訳ないなって僕は思いまして、無料でよかったなと思うんですけど、すいません、貴重な時間をいただいて、我々のこう講義っていうか、今回の見ていただいてありがとうございます。私たちのスタディサプリの授業はパクリ放題、テキストも写し放題という素晴らしい、月額1980円で素晴らしいシステムが出来上がっておりまして、全国各地の僕の元教え子さんだった高校の先生たちは授業をする前に僕の授業を聞いてから授業をするっていう人はいっぱいいるらしいんですけども、それぞれこう若い段階とかだと真似をしたりするっていうようなことっていうのが、あるのかもしれないですけども、基本的にはやっぱり、本人オリジナルのものっていうのが出てくると思うんです。いろんなこう現場を踏んだり、場数もそうだし、いろんな場所に行ったりとかっていうこととか、いろんなこういうコラボレーションで村山先生から僕が、いただく刺激っていうのもありますから、だからそういったものでそのうち多分オリジナリティに変わっていきますんで、あんまりなんかねこうそれをこう悩んで相談してくる人いるんですよ。先生の授業を見てから授業をしていて、このままだと偽物になるんじゃないかと思いましてとかって言うけど、そんなことそんなに悩まなくていいんじゃないかなというふうに思うので、良いと思った部分だけうまいことをちょっぱっていただければというふうに思うので、僕が言いたいことはそのぐらいです。今のお話と言いたいことは村山先生がさっき言っていただいたんで、はい、そんなような感じでございます。これすみません、素朴な疑問、はい、もしかしたら生徒さんたちも当然のように知ってることなんですけど、歴史総合だった時は、はい、実際学校で教える時は、はい、日本史の先生と世界史の先生が一緒に教えたりするんですか？いや、どうでしょうね。それは学校によりけりだと思うんです、はい、意外とね、もともと文科省のなんかそういうイベントみたいなのに僕がこの科目がローンチする、要するにスタートする前に行った時はもっと日本史寄りだって聞いてたんですよ、内容的に。でもそうでもないですよ、実際教科書目次とかいろいろこう出てるじゃないですか。ああいうのを見ると五分五分に近いような気がするん でただそれがね混じり合ってます、もう完全に。そうだから日本史と世界史みたいな感じじゃないんですよ。もう完全にもうミックスジュースみたいにもう混じってしまってるような状況なので、はい、まあ、ただ一応近現代縛りっていうのがあるから、はい、近現代の地球の歴史みたいな感じで、もちろんここは日本なんで、日本で学ぶものだからってことで東アジアとか日本に重点が置かれてるだけであってっていう感覚なの で僕は普段から両方こうなんか勉強するようにしてるから、あんまり違和感が出てないというか、そんなような感覚あります。ありがとうございます、はい、じゃあ、最後の質問、はい、中学校の社会科教員をしているものです、はい、教材研究として伊藤先生、村山先生の講義を視聴しています。こういう人がいていただいてるっていう、はい、近現代の歴史学習で中学生に太平洋戦争を自分ごととして捉えさせたいと思っています、うん、中学生が当事者意識を持って能動的に歴史を学んでいくためにはどのような活動をさせることが効果的でしょうか。また教師の語り、生徒を引きつける資料がありましたらご指導のほどよろしくお願いします。これはもう先ほど一度、ね、村山先生、さっきは特攻という話をねしましたけども、特攻隊の話とか、それからやっぱり例えば原爆とか投下された人たちが体がどんなふうな温度というかになっただろうかってことを、もちろん体験はできないけれども一緒に考えるとか、
そういうその他もろもろそういう同じ年齢の人間たちが子たちがその時にどんなことを経験したかっていう何しろ330万ですか日本人だけで死んでる、はい、戦争なんですからですから単に戦争がいいとか悪いとかじゃなくてこれ戦争を繰り返してきたのが歴史なわけだからただそれっていうのがどれほど痛みを与えてるかっていうこと体と精神にっていうことを共有するような時間帯っていうものをいっぱいそれからもう一つだけ言うと太平洋戦争の時に亡くなった兵士たちの何割か忘れたけどかなりが餓死ですよね、はい、だから戦争っていうとなんか弾に当たって死ぬっていうイメージがあるけど、はい、実は食べ物って餓死っていうのは瞬間的に起きるものではない時間かけてってことだと思うのでそういうような本当に肉体的なところです僕肉体的なことって大きいと思うんですね痛みとか苦しみっていうのをそういうものは共有はできないけどもイマジネーションというか考えの中で共有させるしてもらうってことが僕は一番大事なことであると思います。あともう一点だけ太平洋戦争ってことの時にまず第二次世界大戦の中だってことはこの後の部でもやるかもしれないけども日本とアメリカが戦争したっていうとですねイメージとしては東京とニューヨークが戦争したみたいになっちゃうけど、ね、あれ東京とロサンゼルスがところがその段階で一体日本はどこを持ってたのかっていうことをきっちりと教えることが、うん、いいですよちょっと待って、はいはい、例えばこのパネルを使わせてもらうと僕は基本的に1919年第一次世界大戦終わった段階つまり太平洋戦争の段階で日本は7カ所持ってたんですよ日本の本土でしょはい日本の本土それから、台湾朝鮮それからこの関東州、旅順大連のところ、はい、それから満鉄沿いの満州ね、それから、樺太、そして大事なんですけども、ここですね、第一次世界大戦でまず日本は戦勝国である、国際連盟の常任理事国となって、ドイツが持っていた赤道以北の太平洋諸島は日本による国際連盟委任統治領になったと。マリアナ、カロリン、マーシャル諸島。そうすると、今私が言った7つのところが日本なんです。ってことは、太平洋はかなりの部分が日本であったってこと。そして、もし日本が、南部仏印、つまりベトナムの方、こう南下していって、さらにもしオランダ領東インド、こっちのインドネシアの方も支配するとなると、ここのフィリピン、ここアメリカだったわけですけど、周りが全部日本になるわけですよね。ですから、こういう、まあ、太平洋戦争っていう時に、太平洋の地図がきっちりとですね、どこが日本であったのかってことを言って教えてあげないと、なんだかね、東京とニューヨークを戦争したみたいで、ね、まあそういうふうに思うこともいるんじゃないかなと思うので、やっぱり地理的な定義っていうものをしっかりとして差し上げることが大切だと思います。はい前も僕この放送で言いました真珠湾って言ってどこにありますかって三重県だとかいう子がいるっていうそう真珠の養殖をしているアゴ湾とかあるわけですけどっていうのが笑い話というよりも本当にいるっていうふうに言われる時代であってそうだからそこはすごく本当大事なところだなというふうに思います。はい、ということで一応まあ質問タイムが終わってでまあ、区切れもいいのでということもあって僕らはさっきからこうやって、セッショントークをこうしてるわけですけども今度協調を出そうかと思いましてこちらまだ本の名前決まってないんですけども私たち2人が同時にしゃべる授業というでいろんな話なんですよパンデミックとかね和とか白草後の戦いあたりから。まあ、今日やった範囲、はい、原稿とかね、幕末とかね、同じテーマでバーンと同時に喋ってる本が、まあ、10月頃出ますので、アーク出版というところから、題はまだ決まってません。多分タイトルは、はい世界史と日本史、村山伊藤が、噛みつき合いながら、あそんな大事ね、仲良く、はい、教える世界史っていう、ね、日本史っていう、ね、そんな感じのタイトルになると思いますので、まあぜひ、ちょっと知的、バトルトークを楽しむ時間にしていただきたいと思いますね。一冊購入ください。はい、ありがとうございます。で、僕も、一種類ありまして、
さっきから言っているように、まあ、歴史とか地理とか公民というのは全部必修科目に、となってきます、と思って現代社会の知識のことを公民というふうに言って、で新科目高校には公共という、まあ、要は公民基礎のことですけど、それができるんです、なので中学生と、高校1年生向けぐらいに書かせていただいたのが、文英堂さんのこうシグマベストの中学詳しいっていう、こうシリーズ、昭和44年から、私生まれる前からあるんですけど、著者に選んでいただいたので、宿泊しながら2年間かけて書きまして、これを お勧めしておきたいと思います。現代社会というものの知識があってこその、日本史や世界史、地理等の知識っていう、やっぱり今立ってる位置から歴史っていうのは見るものなので、なのでというようなものをですね、文英堂さんの中学詳しい、今日講談社さんはさっきのアーク出版さんの本もそうなんですけど、別にこの映像講談社さんの映像なのにもかかわらず宣伝していいっていうふうに言われたので、なんて、素晴らしいということで、文英堂の編集長が本の中身がものすごく分かるようにですね、こうスケッチブックにこうね、わざわざノリで貼ってある、この時代に手作り感がなかなか素晴らしいこうものをこうわざわざ用意していただいたんで、あらゆる内容がこう中にコラムとかが入ってて、僕が書いてるんで、歴史と公民が絡んでいるとか、地理と公民が絡んでいるっていうことはざらにあるような状態です。はい、ありがとうございます。こういったものをですね、最新版というか、この間出たばっかりなので、中学校も新課程になってるんです。中学校の方が1年間早く新課程になって、高校が1年遅れで、で歴史総合は来年始まるんですけど、日本史探究と世界史探究はその次の年になります。要するに今の中3生がってことですから、今の中3生が1年生になって学ぶのは歴史総合だけなんですよね。結局歴史総合だけっていうか、歴史で言うと次の高校2年生になって初めて出てくるのが日本史総合と世界史総合になります。また新しい教科書が出てきて、私たちが思ってるのに比べて結構変わる可能性もありますけれども、まあ、どんな社会科のタイトルにしても対処できるような形、社会科のどんな科目が出てこようが、何を聞いてこようが答えられるっていうような、そういう社会科の総合力っていうのを自分の生徒さんにはつけてもらいたいなというふうに思っています。はい、では、続きをやっていきましょう。日中戦争のところまでが終わってるんですね。あ、はいはい、日中戦争ね。はい。日中戦争のところが進んでですね、あ、1939年ですね。今度この欧州大戦です。僕、日本史の授業で必ず言うようにしているのが、要は第一次世界大戦も第二次世界大戦も、あ、これまだ出さなくていいです、ヨーロッパで起きた戦いなんですよね。その戦いを世界大戦にしたっていうのは、まあ、ヨーロッパの人たちは当時ヨーロッパは世界だと思ってたっていうこともありますけれども、現実的にヨーロッパの欧州大戦を世界大戦に広げているのは両方日本なんですよね。結局第一次世界大戦ヨーロッパで起きた、でも日本も参戦したって、ガサッとこう範囲が広がってるわけ。第二次世界大戦もそうです。ドイツがポーランドに侵攻してこう始まってって、うわーってヨーロッパでやってるものを日本がこっちでやるから、アメリカも参戦してきて、うわーって世界中に広がってるわけであって、実は世界大戦化したのは日本であるっていう、僕そういう話から授業を始めることもあるくらいなんですけども、今回この後半の部分っていうのが1939年ですね。これでございます。はい、第二次世界大戦スタートですね。はい、日本でいうと安倍信行という内閣の時になるんですけども、これについてはこっちのパネルですね、まあ、村山先生の方のどっちかという領域になるんですけど、日本史でももちろん出ますけどね、ムソリーニにしてもヒトラーにしても、このあたりのお話をちょっとしていただいていいですかね。はい、第二次世界大戦はどことどこの戦争かって言ったら、ドイツとポーランドの戦争なんですね、始まった時。ところが最後どことどこで終わったかというと、日本とアメリカで終わったんですね。まず
このことをしとかなきゃいけないわけです。ドイツとポーランドの戦争で始まった、つまり始まった時のキャラとですね、キャラっていうんですか、登場人物とです終わった時の登場国が全然違うっていう、まずそういうことですね。でですね、第二次世界大戦とは何ぞやと、はっきり言いましょう。これアメリカのフランクリン・ローズベルトが起こした戦争です。はい。じゃあなぜそう言っちゃいますか。1929年に世界恐慌が起きたんです。で、32年に大統領選挙に勝ち、33年からフランクリン・ローズベルト大統領がニューディールという政策をやったんですけど、全然うまくいきません。で、景気を回復するにはどうしても戦争に参加する必要がある。じゃあまず戦争に参加するためには戦争を起こさなければいけない。ヨーロッパで大きな戦争が起きてほしいと。じゃあヨーロッパで大きな戦争がどうやって起きたか、まず第二次世界大戦はどうやって起きたかというとですね、ドイツが隣のポーランドに、ドイツが第一次世界大戦で取られたダンツヒという町を返してくれって要求し、ポーランドが拒否したところから始まって第二次世界大戦になったわけです。ダンツィヒという町です。ダンツィヒ、でダンツィヒという町はドイツ人が作った町です。そしてドイツ人がもうほとんど9割近くだったと思いますけど、 85% かな、住んでる町です。ですから第一次世界大戦が終わった時にウィルソンというアメリカの大統領が民族自決ということによって、最終的にそれはドイツにも適用されるようになって、ドイツがチェコからズデーテン地を取り返したり、オーストリア併合したりやってたんだけど、その流れからいくと、ここ大事なんですよ、その流れからいくとドイツ人が作ってドイツ人が住んでるダンツィヒという町をポーランドがドイツに返してもそんなにおかしくはないはずなのに、なんでそこでポーランドがそこまで踏ん張っちゃったのか、つまりドイツに頑なに交渉を拒んだのか、ドイツとの、それはアメリカのフランクリン・ローズベルトがポーランド支持を表明したからです。もちろん選挙の年だったので国内のポーランド票も欲しかったんでしょうけども、うん、そしてついでにそれを支持するということをイギリス・フランスにもフランクリン・ローズベルトが、大使を使って表明したので、結局イギリスとフランスもいざとなったら、つまりドイツと戦争になったらアメリカが支持するというふうに思ったので、イギリス、フランスはポーランドを支持したわけです。ゆえにドイツとポーランドが戦争になったときに、それはドイツとイギリス、フランスとの戦争にもなり、つまり第二次世界大戦が始まったと。さて1939年9月1日にドイツがポーランドに侵攻、9月3日に英仏と戦争になる。ところがヒトラーはですね、本当はイギリスやフランスと戦争をやる気はなかったんです。だって半年間戦争なかったんですから、奇妙な戦争といってですね、人種の思想に、まあ、毒されたヒトラーはですね、美しきドイツ人を作ってスラブ民族であるポーランド、さらにはウクライナ、そしてロシア、そして共産主義のロシアを倒すということ、そしてドイツ人の生存権を東に広げるということでしたから、元来西との戦争には興味がなかったわけですね。ただいずれにせよこのようにして第二次世界大戦始まりました。フランクリン・ローズベルトにとって次にすべきことは何ですか。その戦争に参加することですね。そこで非常に重要な問題があるわけですね。日本がですね、太平洋戦争1941年に始まる前年の1940年に日独伊三国同盟というのを結んだわけです。漫画にその辺のところ書いてあります、はい、松岡洋介が結んだわけですけど、まあ、山本五十六とかですね、もしそうするとアメリカを刺激してしまうから、そういうのはやめた方がいいって言ったわけですけども、仮想敵国はアメリカであるというふうに書いてあります。はい、まあ、後にこの三国同盟最大の失敗であったというふうにね、松岡洋介は言うんですけど、三国同盟があるっていうのは、まあ、どういうことかというと、分解図説明してみましょうか。ドイツとイタリアと日本の三国同盟がこのようにあると。そしてイギリス、フランス、こっちにアメリカ、ソ連、こうですね。もし日米がここで
戦争になれば三国同盟があるので米と独も戦争になるわけです。そうするとすでにこことこことの間で第二次世界大戦がイギリス、ドイツ、フランス、ドイツの間で第二次世界大戦が行われているというわけですから、もう一回いきますよ。もし日米が開戦すればこれは米独開戦になる。ですからここの戦争が始まればここも戦争が始まるわけだから、ここの戦争ができるわけですね。つまりアメリカは第二次世界大戦に参戦できるわけですね。簡単に言うと、結論から言うと、これがアメリカにとって景気回復につながったわけです。1939年の失業率が 24.何% ですけど、第二次世界大戦が終わる前年の1944年のアメリカの失業率なんと 1.2% ですよ。失業率 1.2% というのはほぼこれ完全雇用なわけです。ですから今思いっきり凝縮して話しましたけど、第二次世界大戦とはフランクリン・ローズベルトがまず計画してですね、そしてまずドイツとポーランドが戦争になるように起こしてですね、そして次に日本がアメリカを攻撃するように持ってって、日本と同時にアメリカが参戦したのが第二次世界大戦です。で、じゃあどうやったら日本が真珠湾を攻撃するか、まあ短く言いますよ、ハルノートというのを突きつけたわけです。フランクリン・ローズベルト大統領の国務長官、すごい条件突きつけたわけですよ。知ってる人も多いと思いますけども、日本に三国同盟破棄しなさい、それから北部南部仏領インドシナ、ベトナムから出なさい、それから南京の親日政権、汪兆銘の政権ではなく重慶の蒋介石の政権だけを認めなさい、中国から撤退しなさい。この中国というのにはあえて満州って言葉を入れてないから、解釈の仕様によっては満州も下手したら日清戦争で取った台湾も入ってるかもしれないかなと考えると、日本はその要求はとても飲めないわけですね。ですから、まあ、山本五十六が真珠湾を攻撃するということになるわけです。まあ、こういう形で、ですから、ここで話やめますけども、1941年に始まった太平洋戦争は、1939年に第二次世界大戦が始まっていたからこそ起きたわけです。逆に言ったら、1939年に始まった第二次世界大戦にフランクリン・ローズベルトは参加するための太平洋戦争であったと。僕はこういうふうに教えています。ということなので、多分自分の意見が入っているっていうふうにこうさっきの人が言うっていうことだと思うんです。別に僕が考えたわけじゃない。いやいや、分かってます分かってます分かってます。そうというふうにこうね、そうなんですみたいなような感じになるから、あのそういうふうになるんだろうなと思うんですけど、あの漫画日本の歴史だと今の話って、例えば小学生や中学生の人って聞いてるとすごい難しいなと思ったかも分かんないんですけど、例えば国務長官って言った時に国務長官って何って思う人って絶対おるわけですよ。まあ、それは日本でいう外務大臣ですみたいなことっていうのを書いてあるのが漫画日本の歴史なんです。だからそう、今みたいなことが書いてあるんです、この中に。なんですけど、 要するに注釈がついていたりとか、もろもろのこう豆知識の部分でそれを拾ってたりとか、全体的なこう、まあ、子ども向けというか中学生や小学生向けの流れみたいなものっていうのを噛み砕いて、書いてあるものなんで、内容的には別に簡単にはなってないです、こっちは全然。だから大人が見るとびっくりするんですよね、こんな難しいのみたいなような感じの、クオリティのものなわけですけども、あのもろにこうあれなんですよ、 今おっしゃったようなことって実は日本史でもほぼ似たようなことを言うくらい、もう共有されてることっていうか、日本史と世界史の教科書の部分でなんですよね。でこう日本史は世界史に比べて範囲が狭いじゃないですか、一カ国だから細かく細かく聞くんですよね、問題を。だからその重視される知識が細かくなって、まあ、もちろん世界史でも聞かれることなんだけれども、そのフーバー大統領までっていうのは共和党で、民主党に変わった時に、フランクリン・ローズベルト大統領なんですけども、今のは当然こう世界史でもあると思うんですけど、もう結構ね細かいことを、今の話の中でもすごい細かいこと、じゃあ仏印っていうのは今でいう3カ国でいうと何と何と何ですかとか聞いたりする、ベトナム、カンボジア、ラオスですとか、そういうふうなこう細かくこう掘っていったりする。
世界史に比べて狭いからっていうふうによく言われるんですよ。まあ、だからこそこれ勉強の仕方の一つなんですけど、世界史って問題集いっぱいやれってあんまり言わない科目だと僕は思うんですけども、何冊も何冊もやるっていう感じじゃなくて、日本史は一つの知識に対して、ある知識に対していろんな角度からこう聞いてくるから、いろんな問題集とか一問一答集とか模試とかをやらないと、これをこう抽象化できない知識を、要するにフランクリン・ローズベルトって何とか、例えばニューディール政策の説明するときに、その新規巻き直しって言うんだけども、幕がこれだと思ってる人結構多いんですよ、釣りのリールみたいに。そうじゃなくてニューディールだからね、IR の今横浜とかで揉めてるけど、そのカジノっていうのがあるじゃないですか。カジノの時にポーカーをやるときに札を配る、例えばディールです、ディーラーっていうんですよね、あのルーレットに玉を掘ったりする人のこと、そのニューディールなんですよみたいな話までするっていう感じで結構掘ってくんですよね。だからすごい日本史の講師だからやたら格論ばっかり言ってるみたいなことを言われるんだけども、受験に合わせて要するに授業をしていったりすると、どうしてもその部分がある。ただ思ってることっていうか考えてるものの根底は同じなんですよ。だからあくまでもそういうことを伝えながら、こういった知識もありますっていうふうに伝えていくっていう、でそれを僕この講談社さんの漫画日本の歴史のアンバサダーになった時に、僕はそこをすごく重視していたから、何が嬉しかったって豆知識が3600個も載ってることですそうだからそれをがないとちょっとなみたいな、大学受験には使えないから僕が紹介するものではないなと思ってたんですけど、あの大学受験に実は最も役に立つ5社のうち最も役に立つというふうに言われているのは間違いないと思うんですけど、そういう科目の性質っていうのがありまして、太平洋戦争とね、世界史ではね、うん、1873年から1884年にね、チリがね、ペルーとボリビアと戦ったのがあれが太平洋戦争です、はい、おー、なるほど。ボリビアはね、あの僕は昔行って入院したんだけどさ、高いところだからまずいんだけど、はい、太平洋のところを失って内陸の国になったのが太平洋戦争ですよね、うんうん、まあ、そういうのもたまに入手出るけど、うん、なるほどなるほど。でね、今回のこの太平洋戦争ね、はい、いわゆるね、これ例えばインパール作戦っていうのはあれ、はい、太平洋ですか、あれ。だからね、やっぱりこう、ね、名前の、ね、付け方とかもね、確かにやはりね、はい、生徒にちゃんと、はい、まあ、あの教えてあげたいし、うんうん、からあのさっき、まあ、僕の意見ですかって言われたけど、それはいいとしてね、真珠湾を日本が攻撃してどこが得するかっていうふうにね、まあ、推理ゲームじゃないけど考えてみること大事ですよ。まずさっき究極言ったんですよ、一番得するのはアメリカなんですね、フランクリン・ローズベルト、まあ、それちょっと置いときますよ、うん、まず蒋介石、中国は得しますよね。だって日本が重慶爆撃してたんだけども、うん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 、日米が開戦すれば日本はアメリカと戦争しなきゃいけないから、はい、もうありがたいわけですね、はい、チャーチルはありがたいですよ、うん、ね、グレート・オブ・ブリテン、バトル・オブ・ブリテンか、ね、あのリバプールまでですよ、リバプールまで空爆してたわけですよ、ヒトラーは。ロンドンも空爆してた、もうね、チェルシーもね、リバプールも危なかったわけですよ。そういうようなね、あの状況だったんだけれども、結局あのヒトラーがなぜだか三国同盟にその、あの適用ルールはなかったのに、なぜだかヒトラーがアメリカと戦争することになったわけだから、チャーチルにとって OK です。で何しろ最も日本が真珠湾攻撃して助かったのはスターリンですよ。だって第二次世界大戦の死者どれぐらいか言えますか、6000万ですね。そのうち2000万人はソ連人ですよ。ほとんどは独ソ戦の時のソ連人なんですよ。ですから独ソ戦が始まってからなんですけど、これはあの独ソ戦は41年の6月22日です。真珠湾41年12月8日ですから。ですから、日本がアメリカを攻撃し、ヒトラーがドイツに宣戦布告してくれることによってね、三国同盟あるから、最大 あの助かるのはスターリンなんですよね。そこでスターリンといえばモスクワといえばコミンテルン、コミンテルンのメンバーのホワイトとヒスという人がですね、春の音の作戦に携わっているというのはもはやもう1995年のベノナ文書で言われていることなんですけど、ですからさっきあの満州事変の時の話とか盧溝橋事件の時の話でコミンテルンって言葉、まあ、ちょこっと僕は言ったけれども、やはりその流れの中で今日のこのね、あのウェブセミナーの1931年からのずっとこの真珠湾に至るところまでの流れている停留にあるのはコミンテルンの動きであるということ。だからあの春の音には作成してる、それからヤルタ会談の時にフランクリン・ローズベルトと一緒にいたのもそのホワイトという人なんですよ、うん、コミンテルンなんです、うんうんうん、まあ、こういうところはね、その受験のルールとかなんとかじゃないけど、もはや歴史の世界では
だん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 当たり前のことになってきているわけだから、そういうところにも目を向けつつ漫画読んだりして、今僕が言ったようなこと、一体これ何なのかなってことを、それぞれ教師とか親御さんとかがご自分の生徒や子どもさんたちにこういうことなんだよって説明してあげれるような、まあ、読書というかね、知的装備をしていただきたいと、うん、なるほど、そのように思います。はい、あので聞いてらっしゃる方は、まあ、多分日本史のセミナーなんで、日本史選択の人っていうのが高校生や大学生とかの人だと多いと思うんですけど、例えば真珠湾を山本五十六が攻めました、まあ、それ海軍の話ですよね。同じ12月8日なんだけれども、実はタイミング的に早かったのは、日本史の入試問題よく出る陸軍のマレー半島コタバルですよね。イギリス相手の上陸です。でなんで今こんな話をしているのかというのは、村山先生はわざと先ほど端折ってこう話をされているだけなんですけども、日本史っていう科目だと、その同日にそれがあって、このマレー半島コタバルの方が先みたいなのっていうのが早稲田の入試に出たりするんですよ。だからそういうところに着目してるんですよ。なんだか世界史と日本史と同じことを教えていても、入試問題で聞いてくることが全然違ったりするっていう。だから同時にイギリスとアメリカと、陸軍はイギリス、アメリカが海軍がアメリカの方を先制攻撃して、空母をこう落としていこうっていうね、そう、海軍の持っている危機感と山本五十六の作戦でもあるわけですけども、例えばそういうものをこう比較をして、例えば陸軍と海軍っていうのを比較して、あくまでも日本の中だからってことで、日本の陸軍の立場と日本の海軍の立場で、陸軍は戦争しようしようみたいなの方で言ってたわけだけれど、海軍がなるべく避けたい避けたいって、アメリカ勝てるわけないからと思ってたわけです、ずっと実は、というようなこととかを話の中にこう入れ込んだりするのは日本史の授業だったりするから、同じことでもやっぱり違うわけですよっていうのが、日本史探究と例えば世界史探究とかの科目の違いになってくるんだろうけども、今度だから歴史総合ができたおかげでこういうことができるようになった。そうでね、本当にね、両方しなきゃダメなんですよ、うん、なんで日本が北部仏陵インドシナに入ったかって言ったら、それは英米が蒋介石援護ルート、つまり重慶、日中戦争の時の蒋介石の重慶に向けて援軍を送ってたから、それを遮断するためなわけね。でじゃあなんで南部仏陵に入ったかって言ったら、一つはお米、食べ物は日本なくなってきたから、うん、でももっと言ったら、その南のオランダでは東インドの石油が欲しいからなわけだよね、うん、だから日本が真珠湾攻撃されたのは、石油の禁輸をさっき言わなかったけど、アメリカが解除する条件として春の音を飲みなさいってことだけど、まあもし日本がインドネシアの方のオランダ領の方の石油で全部日中戦争を継続できるというふうに判断したら、真珠湾攻撃は必要なかったわけですよね、うん、だからまあそういうことも含めて、そうするとインドネシアがオランダ領だってことを知らなかったら話にならない。そうですよね。だからフランス領のインドシナっていうのは、実はその段階で同じ時期にパリはナチスドイツになり、フランスの南半分はヒトラーの傀儡ペタン政権になってるってことは、フランスはドイツになっちゃったんですよ。ってことはフランス領インドシナ連邦ってのは、ある意味独領インドシナ連邦みたいなもので、そんなことはないけども、で同時期日本は三国同盟を結んでるわけだから、日本がベトナムに入っていく根拠もあるわけですよね。とまあ、今話すとヨーロッパのそのパリ、フランスのことも知らなきゃいけないし、そうそうそう、インドネシアオランダのことも知らなきゃいけないし、フランスにはインドネシアのことも重慶のことも知らなきゃいけない、そういうことも全部だから歴史総合正しいわけです。そうそう、歴史総合正しいわけです。総合しなきゃダメなの。そうなんですよ、まあ、全ての分野ではそうじゃないけど、少なくともここの今日のセミナーのところは両方の知識がないと本当に分かったことにならないよね。そうなんですよね。でそれで地理総合とか公共っていう科目も総合科目としてこう新しく出てきてるわけですけど、さっきおっしゃったようにインドネシアに石油があること、そのベトナム、カンボジア、ラオス、仏印と呼ばれるところを北部仏印の下に南部仏印、南部に入って、その先にマレー半島があって、さらにインドネシアがあるわけですけど、日本が欲しがっている資源っていうのが石油、ゴム、ボーキサイトっていうふうに日本史の教科書に書いてあるわけです。ゴムどこにあるかって、マレーシア、マレー半島です、ね、でボーキサイト、アルミニウムの原料です。マレー半島やインドネシアにあります。で石油、今でもすごい産油国ですけど、インドネシアにあるわけです。というふうに、例えばマレー半島にゴムやボーキサイト、インドネシアに石油があるっていう知識っていうのは、
実は地理の知識だったりするんですよね。地理でもともと小学校や中学校の時学んだりするものだから、そういうものとかも全部ひっくるめての話です。だから地理を勉強したから歴史に役に立たないとかそういうことはもう全然なくて、全部だからつながってくるお話になるんですよ。日本史、世界史、地理、それから現代社会の今私たちの視点から立って公共、公民ですよね、結局そういうものになるわけですから、そういう意識を、まあ、今日授業を受けていただいた方たちには持っていただければなというか、そういう科目の垣根っていうのは本来あんまり、今受験でね、ね、受験勉強で勉強終わりじゃないし、ないし始まりっていうふうにね、うん、なるほど、考えた方がいいんじゃないか、はい、そうですよね。だからそんなあんまり区切りみたいな垣根みたいなのを考えない方がいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということですね、時間ぴったりになりましたので、一旦これ講義はこれで終わらせていただく形になります。で、質問を書き込んでいただいて全然構いませんので、いっぱいください、待ってます。はい、質問、事前に拾った質問と拾えなかった質問もありますから、再度書いていただいてもいいですし、全く新しく今私たちの話を聞いた後で書いていただいても全然構わないので、それを書き込んでいただければ私たちはずっと答えていきますので、一旦放送としてはこれで終わる形にしますので、アンケートの方を答えてご回答いただきたいのと、あと次回ですね、9月に僕のスタディサプリの生徒で、日本史選択の生徒で、早稲田大学に合格をした人気 YouTuber の奥倉さんっていう大学3年生女の子がいるんです。まあ教育系 YouTuber の有名な方の一人ですけど、その奥倉さんを呼んで、9月にやりたいと思っております。今度は女子大学生を呼ぶと、今日は村山先生を呼んだという、そういう感じで続いていきますんでよろしくお願いいたします。今日はその画面に質問出ないので、はい、私の読み上げていきます。あ、そうですか。チャットの方に、皆さん先生たちに質問があれば書いてください。チャットの方に書いていただければ松村さんが拾ってくれるということだそうです。はい、今一部 Q&A とかにコメントを書いてくださっている方がいるので、質問ですね、書いてくれている方がそちらを先に拾っていきたいんですが、なぜ世界恐慌が日本にも起きたのかという質問が来ているんですけど、日本がアメリカと激しく取引をしていたからです。ワシントン体制という体制の下で、日本はアメリカから、石油とか機械類を輸入して、アメリカに生糸を輸出しないと生活できないっていうぐらい、アメリカとの貿易にかなり頼っておりましたので、もろに関わりました。世界恐慌は唯一関係ないのは社会主義国だったソビエトですね。ソビエトは対岸の火事だっていうふうによく言われます。はい、日本とアメリカはズブズブの関係だったので、実は貿易上、はい、ありがとうございます。はい、早速質問来ております。旧陸軍内にもヒスやホワイト的な人がいたのでしょうか。これは旧陸軍で日本の陸軍のことを言ってたんですけど、はい、いたのでしょうかという質問。ゾルゲとかはまだ行かないでも、永田鉄道なんて案外統制派だったから、スパイじゃないかもしれないけども、ねえ、まあ、そうですね、国家総動員法とかさ、そういうかなり統制っていうの、はい、そういうような、うん、だってそれより考えする人いたでしょ、いっぱい。はい、うん、いっぱい。まあ、暗殺、長手さんは暗殺されてますけれども、かなりこう激しく動き回っていた中堅将校というか、はい、まあ、軍務局長だから中堅よりもうちょっと上になりますけどね、そうなんでしょうね。はい、統制派の方がどっちかって言ったら、いわゆるあれでしょ、リベラル派だよね。リベラルというか、あ、そうですね、はい、今で言う、はい、うん、そうですね。で、あと日本史選択の人で誤解してる人いると思うんですけど、226事件で行動派が壊滅したわけではないですよ。その後祝軍が進んだっていうのがあるけれども、行動派荒木貞夫とかまだ生き残ってますから、別段それもひっくるめて近衛文麿は利用していってますから、陸軍を。近衛文麿はその大アジア主義っていう思想がもともとありますから、そのイデオロギーを達成するために戦争を始めてしまったんで、ブレーキのかけ方が分かんないにもかかわらず、大戦の終わりの頃にはどうやって戦争を終わらせようかっていうところの先頭に立ってるうちの一人なんで、ちゃんちゃらおかしいなと思うんですけど、お前が始めたんだろうっていう、そういうふうに思いますけどね。はい、
私の中学校の歴史の授業の追求課題で日本が太平洋戦争に臨むこととなった最も大きな要因は何かというものがあります。選択肢が経済の悪化、軍部の台頭、国際関係の悪化の3つです。立場は国内国外でお二人にぴったりだと思うんですが、ぜひ意見を聞かせてください。というか3つともじゃないですかね、うん、っていうふうにして論破しちゃうような気がするんだけどっていう。そう、そんな僕は3つの中にないと思う。ああ、そうですか。春のとです。なるほど。っていう人もいるんですよ。はい、そう。はい、ありがとうございます。はい、次の質問です、いわゆる歴史の話をすると、基本的に西洋史で言うとベルエポック、詳しい方でも、普仏戦争の時期を境としてそれ以降の恥ばかりする人が僕の前に多く、ネットに逃げてもより時代が新しい出来事を境にそれ以降の話ばかりして議論が進まないのですが、もし全体的にそのような傾向にあるとすれば、歴史はなぜ近現代史ばかりが注目されかといって19世紀末以前には注目がいかないと思いますか。ああ、世界史ですね。日本史は逆で近現代より前ばっかりやりたがるから、日本史の人っていうのは近現代を無理やり重視しないといけなくなったって科目なんですよ。世界史ってそうなんですか。予備校とかのカリキュラムがよく、1871年のドイツ帝国からあの後期でやるとかそういうふうに分けてるからじゃないのそうですか。日本史は全然こう無理やり近現代重視しなきゃなっていうふうに常に思ってるぐらい前の方の話ばっかりしたがりますけど、みんな。だからその19世紀後半から授業をあの始めるってのは普通はできないよね。まあ、便宜上僕もフランス革命からやるとかね、そういうのをカリキュラム上ね、夏期講習をはっきりどこからどこっていうふうに、あの一番コアなところで生徒集めてやるためにやるけど、本来は歴史でつながってきてるから、そういうことはできないはずなんだけど。それはそうですよ。だから鬼滅だっていきなり無限列車見たって、なんでイノシシが出てくんねんとか絶対思うわけですよね。それと同じで、頭から本当はずっとつながってるものですよね。そう。続いての質問です。太平洋戦争は日本が仕掛けたという方もいるのはなぜですか。僕はそう思わないから答えられません。どうぞ。まあその日本の大アジア主義ですね。大東亜共栄圏というのを作って、まあ、あの東亜新秩序をもっと大きくしたのが東南アジアとか、そういうところも含めて、そのパラオとかですね、あっち側も含めたものっていうのが大東亜共栄圏って考え方なんですけど、まあ、その利害がぶつかったっつったって別に、アメリカ単独でうんぬんみたいな話もないと思うんで、対欧米の話になると思うから、自分も日本が仕掛けたとは全く思ってないですね。はい、日本が仕掛けたという説明できます、やろうと思えば。ほうほう、はい、それはあの1905年に日露戦争日本勝ちました。はんはんシフが、はい、国際買って日本を勝たせました、はい、ハリマンが南満州鉄道の共同管理を提案しました、うん、ロシアから取ったところが小村寿太郎は拒否したわけですね。まあ、ハリマンはいわゆる主流派じゃなかったわけですから、はい、もう一つのこの主流派のなんていうの金融の王道の流れの方と日本は組もうとしたから、ハリマンと組まなかったという、はい、だからそれがハリマン提案を拒否したことがアメリカをあの怒らせ、ね、サンフランシスコで日本人の子どもたちが収容所入れられた、学校でなんとかとか日本人が収容所入れられたとか言って、結局その1905年の日本の対立が一時大戦中のほんの数年間は仲良くしたふりをアメリカは日本としたけども、はい、その後ワシントン体制という形で、うん、あるいは1930年のスムート法理法関税法という形で日本を真綿で首を締め付けていくようにというような形で、そしてさっきのルーズベルトの話にね、つなげていくならば、太平洋戦争は日本がハリマン提案を拒否したことから仕掛けたという説明はできますよね、うん、なるほど、うん、まあ、アメリカがオレンジ計画をなぜ立てたかという説明である、うんうん、でこう日本選択の人とかってね、今みたいに普通に世界選択の人たちは会話でシフっていうユダヤ人が出てきた時に、こう高橋コレキオ日本銀行副総裁だった高橋コレキオがこう外国債、要するにお金を日露戦争を貸すために集める時に、そのユダヤ人のシフっていう人がいないと金が集まんなかったっていう事情があるわけです。でそういうものっていうのが教養のある人っていうのは、シフって全員知ってんだろうなと思ってるっていうビジネスマンの人たちはいっぱいおるわけですよ。日本史だけ勉強しててシフが分かんないとかだとダメだし、逆に言うと世界史勉強して日本史の今僕が言った高橋これ今日知らないじゃ話にならないわけであって、例えばですよ、なんていうふうにやっぱり今の話聞いても両方やっとかないとダメだろうなというふうに思いました。は
はい、あのそれにかあのちょっと関連するので面白い質問が来てたので、今させていただきますが、理系で大学に進学したので、うん、教養として日本史と世界史を学びたいのですが、うん、中学までにやって少し馴染みのある日本史を先に一通り勉強し、うん、その日本史を軸に世界史を組み入れていくと、うん、日本史と世界史を同時に世界史の要は世界史の中に日本史を組み込む形で学ぶのと、うん、どちらがより歴史を楽しめるでしょうかという、まあ、あの世界史が先多分ね、もうその年になっちゃったらそうだと思います。これ受験があるんだったら日本史軸で僕はいいと思うんだけど、今のこの時代にって考えたら世界史先の方は楽しめるっていうふうにもし考えるっていうか、まあ、楽に勉強したいっていうことだと思うんだけれど、引っかかりなくというか、あの理系の人が普通にじゃないかなと思って、で日本史をねちゃんと勉強して軸にするのは結構苦労すると思うんですよ。うん、むずいそう、ただ今日本史のセミナーだってことを考えたら日本史って言いたいとこなんですけど、はい、そうなんだけれども、その立場の人だったら世界史先かなと僕も思います。それはアルゼンチンがサッカー優勝してネイマールとメッシが抱き合ってたじゃないですか。何語で会話したんだろう。メッシはスペイン語、ネイマールはポルトガル語、うん、なんて考えるだけで楽しいじゃないですか。うそうするとその元のところ分かんなきゃ、はい、例えばですよ、例えば、ね、そんな単純な発想だって、はい、まずは世界史から。うん、迷うんだったら世界史でいいかなって感じ。だから迷わないで日本史を軸に考えてんだったら止めやしないけど全然全然いいっていうか、なんかそんな感じです。で逆に言うと僕受験生に言いたいのは、日本史と世界史を迷ってるって人は、僕迷ってんだったら日本史にしろって絶対言うんです、うん、それ中学校までためがあるからですよ、うん、そうそう明らかに。で世界史は迷いなく選ぶ得意な人結構多いから平均値が高い、うん、世界史超苦手で世界史選ぶ人がいないんですよ、はい、でも日本史は消去法で日本史選ぶ人めちゃくちゃいるから、実は競争相手レベルが違う。毎日予備校でさ世界史今も授業やってるけど、うん、やる気のない生徒一人もいないもん、うん、あなるほど世界史は。そうそうなん、覚悟とやる気と興味がある人しかいない。しかいない。働くの仕事なら喋るの大変だけど、そう聞きたい生徒しかいないもん。こういう世界史を選ぶっていうことってすごいことなんで、感覚的にそうかなりですよ、それはっていうぐらい、はい、君たち偉いよね。そう両方勉強してると分かるけど、うん、スペインの高校生スペイン継承戦争なんか習わないんですよ。マドリードの友人が言ってたけど、スペインの高校でスペイン継承戦争出てこないんです。だから日本の高校生すごいんですよ、うん、理系の方も含めて。センター試験出るの共通テスト難度で言うと、もうそもそも科目の難易度として世界史のレベル高いですよ。世界史って科目あるの日本だけですよ、うん、絶対。そうですよね。そう、世界史科目があるのって日本だけなんですよ。そう、本当にそうで、そういうものですからね。クレイジーです。クレイジー、そう、クレイジー科目ですから。そう。逆に言うと、それが、まあ、なんていうんですかね、大人になった時の教養のやっぱり礎になり。礎になるけど、まあ、はい、両方やるから、じゃあ世界史って日本史抜けたら意味がなくて。教養って言うと硬いけど、ね、うん、人生楽しむ上で知ったこと楽しいです、うん、知ったこと楽しいっていう、そういうことですね、はい、そう、はい、まあ、いつものようにあの暗記をする方法はとか、おすすめの参考書や問題集がありますかとかいろいろ来てるんですけど、それは我々が書いたもんですねっていう、はい、先生方が尊敬する歴史上の人物は誰ですかという、あ、まあ、あの過去には伊藤先生にも。そうですね、僕は高橋是清、はい、がそうでしたね、はい、僕はイエス・キリストですね。なぜならば影響力が一番大きいから。今年 AD あのドミニ我らの主の御年2021、うん、ラテン語それだけです。なるほど、ありがとうございます、はい、まあでも何人もいますよ。そうですよね、勉強すればするほどなんか、はい、うん、そういう、はい、そう、なぜ日本はドイツとイタリアだけと同盟をしたのでしょうか、うん、第二次世界大戦で、まあ、なぜ。これは本当に失策ですよね、うん、日本人ってさ、ほらドイツをこうなんかよく見る癖がありますよね、うん、だけどヒトラーだって人種って言ってたんですよ。さっきの党は真実じゃないけどさ、アジア解放とかさだったとしたら、あんな人種をキーワードにして ね、はい、ね、スラブ人やユダヤ人のことをさ、まあね、非常に下に見てたヒトラーと組むなんて全くもってもう矛盾の塊ですよね。ありえないですよね。だいたいあの今だってそうじゃないですか、日本人ってドイツのことをさ、ドイツ人と日本人気質が似てるとか、勤勉全然違いますよ、うん、昔住んでたら知ってるから全然違いますよ。そうです、ビルヘルム2世だと効果論とか
そうそうそう、言ってね、あの三部干渉なんてのはニコライ2世より、むしろ中心はビルヘルム2世ですよ。だからね、ドイツってのはもうあの三国同盟結んでたりね、あれ日中戦争の時だって中国と取引しててね、今のメルケル首相ももう中国と手切れなくて困ってるけどさ、だから何しろあのドイツというのを全く日本はなんていうの見誤ったよね。それは明治時代のあのおかしいと思うけど、そうね、憲法どこを真似するとそういうところからね、まあ、来てるんだろうけどね、まあ、そうそうそう、まあ伊藤博文がこうビスマルクに憧れてしまったっていうこともあるし、世界史で言うと例えば軍隊、陸軍はもともとはフランス式だったんですけども、普仏戦争でプロイセン勝っちゃったんでってことでドイツを真似るとかで、憲法、まあ例えばドイツ流にしましたと。で帝国大学、国内に7つ植民地2つ合わせて9つあるけど全部ドイツ流なんですよね。であの教育の方針とか予算の編成とかの予算会計年度とかも全部ドイツを真似するっていう、そういう国だったんですけど、こうモデルとした国だって。で日本はドイツのこと好きかもしれないですけど、ドイツ日本のこと完全に舐めてますから、嫌いか舐めてるかどっちか。ビルヘルム親子が結局効果論イエローペリルを出してきたってこともそうだし、大体にしてヒトラーとムッソリーニあんな仲が良くてアクシスとか言って、ね、ベルリンローマ枢軸とか言ってるのに、ヒトラーとかムッソリーニって日本のトップと会ったこと一回もないですからね、実際。そう、そういうのもあるから完全に舐められてるわけであって、そうです。デンベルとグリーズマンみたいな、まあ、それはいいとして。何しろあの日本のドイツ幻想っていうのはね、ありすぎ昔も今。まあまあまあ。本当そうです。ね、はい。買いかぶり。いくつか各論というか細かいところで、来ております。太平洋戦争でアメリカはどの程度まで日本にダメージを与えることを開戦当初に想定していたのでしょうか。原爆投下まで想定していたのでしょうか。それはその時には原爆はまだ作られまだ開発が終わっていないので、まあ、人はあのやっつけるために作ったわけですよね。うん、そうそう、まあですね、そうです、ユダヤ人が一生懸命。そう、うん、ところが、実はヒトラーは作ってないっていうことが判明したときに、うん、振り上げた拳をどこに下ろすかってことが非常に問題になったわけですよね。うん、まあ、それ以上のことは僕は知らない。うん、あとはいろいろね、もし日本のが先降伏していて、ドイツが最後までドイツと戦ってたら果たして落としただろうかっていうね、うん、まあ、そういうことはあくまでも家庭の話になっちゃうから、家庭の話あまりすることは建設的じゃないですね。僕があの授業ではただ必ず言ってるのは、はい、どんなこう結果論でなんやかんやとかって言うけど、その非戦闘員が一瞬にしてみんな必ず死んでしまうって分かってるのに、スイッチを、原爆のスイッチを押すっていうのは絶対間違ってるっていうことだけは自分の意見を言わない授業だけれども必ず言うようにして、はい、絶対違うっていう、うん、そう、それはアメリカ人に知らせないとダメっていうか、うん、絶対違うでっていうのを知らせないといけないと思ってるから、僕は2045年に73歳になるんですけど、その時に昭和天皇裕仁を主人公にした本を書いて世界に売って出るつもりなので、うん、そう、100年に一度日本人のその裕仁が、ヒトラーと裕仁が多分世界中で一番注目される人になる。でおそらく僕の予想ですけど、それまで核兵器は使われないはずだから、要は核兵器で殺傷された唯一の国っていうか、まあ、第五福竜丸事件とかいろいろあるけれども、としてこう注目度が一気に100、まあ、2045年に高まるだろうから、僕はそこを狙いすましていろんな勉強をしてるぐらいです今。そうです、思い知らせてやらないといけないと思って、間違いだってことっていうぐらいですね。まあ、東京大空襲もそうですけど、これはホロコーストですよ。そうですよ、絶対。だからさっき何千度で体の痛みっていうのを体感し、うん、ね、想像ですけどねって言ったのはそういうことです。はい、ありがとうございます。そんな今のお話の流れにちょうどいい質問が一個来ているんですが、伊藤先生は哲学の本も出されており、またお二人とも自分の考えをしっかりと持っていると感じるのですが、自分の思想体系を築くにはどうすればよいのでしょうか。そんなこと考えたことないっていうのが一番のポイントじゃないでしょうか。わかんないけど、僕は考えたことは全くないという感じですね。一気見せできるものじゃないというのは絶対に。あ、だし、みんな自分の考えがみんなあるんじゃないんですかと思ってます。実は、ないっていうのがよくわからない。理解できないというか、あるのにうまく表現できてないだけじゃないかなと思ってるくらいです。僕はね、思想体系っていうのはね、そんな持ち得ないと思うんですよね。自分の考えすら導き得ないという、自分の歩みすら考えすら導き得ないと思う、はい、心だけじゃなくて、思考すら人間というのは不実なものであるというふうに、うん、そこを認めるっていうね、うん、だから無理ならば恐れの気持ちを持つというかね、はいはい、それかな、
僕はあれですよ、宇宙が始まって140億年あって、とにかく一つだけ分かってることって、全人類が全員分かってることって、僕らはそのうち死ぬってことだけだと思うんですけども、僕ら自体がどこの国に生まれようがない、いつの時代に生まれようが、すごく珍しくて特別な存在であるっていうこと、宇宙の中で。それだけはなんか常にちょっと考えるようにしてるっていう程度の話ですね。伊藤さんがよく言う言葉で一番好きな言葉、人は必ず間違う、うん、それを認めることが思想体系の元だと思います、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。先ほど昔戦争は貿易手段だったとおっしゃったんですが、話し合いで貿易をしようとは思わなかったんですか、とか、あとは、まあ、話し合いでやっぱり解決しできなかったんですかねっていう質問が結構、多分これは私が若い生徒さんだと思うんですけど、貿易手段、貿易手段じゃなくて外交手段じゃないですか。なるほど、外交手段、はい、戦争というのは合法的な外交手段であった、お互いが宣戦布告してればですよ。日中戦争はお互いアメリカの中立法の適用っていうのを避けるために宣戦布告してないわけですけど、日本ではシナ事変というふうに言ってたりしたわけですけど、一つの外交手段、殺し合いが入るから何とも言えないけどスポーツみたいな感覚ですよね、おそらくね。まあ、サッカーのワールドカップ疑似戦争などというふうに呼ばれたりもするんでしょうけど、一外交手段として昔から、そういうふうになってちゃってる。でもそれってね、じゃあギリシャのスパルタとアテネを話し合いで何とかならなかったんですかっていうのと同じ話だから、多分どうにもならなくて殺し合いをしちゃうっていうことなんですかね、分かんないですけど。僕は対話ということだったら2人の人を思い出します。1人はジョン・F・ケネディ、もう1人はフリードリヒ2世という13世紀のシュタルフェン朝の神聖ロマ皇帝ですね。簡単に言うとジョン・F・ケネディは対話でやろうとしたから、もしかしたらダラスで殺されたのかもしれません、まあ、うん、なぜならばケネディが暗殺されたすぐその後にベトナム戦争がしっかり始まって、うんうんうん、ちゃんと軍産複合体を喜ばすことができたからです。対話はやはり難しいなということ。フリードリヒ2世はもちろん13世紀の人だからよう分からんけども、神聖ローマ皇帝でありながらローマ教皇と喧嘩してですね、シチリア島のパレルモでイスラム教徒のウバに育てられたので、アラビア語が分かってイスラムの心得があるから、当時のエルサレムを支配してたアイユブ朝 の、 アルカーミルというそういう人と対話してですね、今対話って話ですよね、はい、問題の場所エルサレム旧市街をですね、あるアクサムスクはイスラムが、そして聖墳墓教会イエスが貼り付けになったところはキリスト教という、見事に住み分けをですね13世紀にやってのけたので、 NHK あたりが大好きなのがフリードリヒ2世、対話はできたと、できたのが、はい、13世紀、ケネディは死をとして殺された。なんていう話題で、まあ、対話ってことだと思い浮かべるのはその2人ですね。もちろん無理だってことだからこういう、はい、こういう戦争になってるわけですから、なってるわけです。基本的にはかなり難しいわけですね。だし、普段僕、ツイッターやってますけど、村山先生もやってますけど、まあ後でフォローするならフォローしていただければと思うんですけど、対話が不可能な相手っているじゃないですか。っていうか、やってたらよくわかるから、で、そういう場合はもちろんこうスルーするわけですけど、ただ、実害を食らったら、どうしてもやり返さないといけない時っていうのが、法的手段に訴えたりとか、なんとかね、殲滅してやろうと思う時とかって、正直ありますよ、それは、実害を食らったら。っていうだから、その、まあ、まずはスルーするってことは大事だなっていうふうに思ってるけれども、なかなか難しいんでしょうねっていう、そうですね、はい。じゃあ最後の質問にさせてください、はいはい。正直第二次世界大戦の話が誰が元凶だったのかという話をしても限界があると思いますが、その上で日本を含めた大戦の歴史をどのようにこれから生かしていくべきだと考えますか。知識を生かすという観点からお願いします。まあ、僕の場合はあれですね、完全に個人的なあれ話になりますけど、あれ日本の太平洋戦争の表みたいな地図どこ行きました。これですね。日本はミッドウェー海戦から1942年のミッドウェー海戦の前までは、まあ、うまいこと調子に乗ってこう手を広げていたっていうのがぐわーっとこうさらにね、もともと持っていた植民地や委任統治領以外にもだーっとこうアッツ島とかソロモン諸島とかも含めてどんどん広げていたっていうのはあるんですけども、あまりにも手を広げていたのでミッドウェー海戦以降防衛ができないっていう
何が言いたいのかっていうと、僕みたいにあまりにもたくさんの種類の仕事を受けすぎて締め切りが守れないっていうそういうことにならんようにで、しないと、これ以上迷惑をかけたら本当申し訳ないと思って、今もしかしたら編集担当者の人が見てるかもわからないんですけど、すいません、今日徹夜しますんで許してください。ローマ帝国はなぜ滅んだか、今と同じです。大きくなりすぎたからっていうのが、疑問がですね、ローマ帝国の水防止で18世紀に言ってますね。はい、詳しい説明今しませんけど、はい、やはり大きくなりすぎると。しかし僕はここで言うとね、結局尖閣諸島の主権がとかね、北方領土のね、主権がってことだから、今なんか日本の若者にね、主権者教育、主権者教育っていうふうに、ね、すべきだって18歳で説教権とか言うけどね、改めてその広げるっていう今ね、話に引っ掛けると言うと、果たして人間に主権なんて持っていいのだろうかと、主権ってだって無制限の権力でしょ。だからジャン・ジャック・ルソーのね、その一般意思でもいいけども、そっから来た国民主権って考え方でいいけど、主権、主権、主権っていうのを国家が、個人が主権を主張するってところからもう一回問い直さないと、今なって戦争がどうやったら起きないですかって話。ですよね、僕はやっぱり根本的に主権を主張するってことにもう一回メスを入れてみるべきじゃないかと、そのように思います、はい、というのが公民の倫理の話だから、やっぱり社会科って全科目やった方がいいですよジャン・ジャック・ルソーのね、今の思想の話そうだしっていうことですから、はい、頑張ってみんなで社会科を勉強していきましょうまあそれの入り口としてね、日本の歴史、僕は常に講談社さんの漫画日本の歴史のアンバサダーという立場を忘れたことはございませんのでありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ本日は、はい、すいません、皆さん長い間ありがとうございました。質問全部拾いきれてないかもしれないですけども、まあ、私たちはずっと活動を続けておりますので、何かの機会に、お会いできればというふうに思っております、本日はありがとうございました。ゲストは村山秀太郎先生でした。